さあ、これから自己催眠ダイエットのセミナーを始めます。よろしくお願いします。私がラディナスの代表の山崎康夫と申します。今日のセミナーのですね、上手に受けるコツというのはですね、頭で分かろうとしないと、上手にやろうとしないと、メンバーサイトのワークを何度も行い、徐々に分かり、徐々に上手にできるようになることを心がけるということでしてですね、このラディナスのメンバーサイトっていうのがあります。このメンバーサイト、どんなふうなものかっていうとですね、スマホでも、PC でもですね、インターネット環境があれば、このライディナスのセミナーをですね、ダウンロードして、これで、マスターすることができるという、こういう優れものです。どんなものかっていうのをですね、見てみますと、これがログイン画面です。皆さんにですね、お送りします。このログインのですね、URL と、それからログインのパスワードっていうのがありましてですね、で、この URL をクリックして、この画面を立ち上げまして、パスワードはコピーペーストすると。そして、ログイン ID はですね、セミナーに申し込んでいただいた時の、メールアドレスというのをですね、入れていただきまして、ログインと、こうやってやりますと、これがですね、スマホの画面になります。そうしましたら、このですね、コンテンツっていうところをクリックすると、そしてまたこっちの上のオレンジ色のところのコンテンツっていうところをクリックすると、まず黒いところのコンテンツをクリックして、オレンジ色のコンテンツをクリックすると、で、そしてこの潜在意識というところをクリックしますとですね、皆さんへというふうな書いてあります。で、これはですね、ラディアンスのメンタルアップ集中プログラム、これから結婚力アップ集中プログラム、潜在意識活用法のですね、無料セミナーと、こういったところにですね、リンクしてあります。そして、もう一度コンテンツというところを開きますと、今度は、今日のですね、セミナーの内容の結婚力4、自己催眠ダイエットというところに飛んでいきますと、こうやって出てきます。これで、自己催眠ダイエットのワーク、だからおうちの時間自分って、これも自己催眠ダイエットのワークがあるんですけども、これでもって、自己催眠ダイエットの自己暗示文を作ります。そして全体の動画がこれになっております。ですから、これをもう一度復習のためにですね、ご覧になってですね、それで、このオリジナル自己暗示文の作成とか、あるいは、自己催眠状態になる練習とかですね、こういうのをしていきますと、目標達成の達人になることができます。それから、他のですね、このコンテンツというところに行きまして、このライディアンス願望実現セミナーというところを行きますと、願望実現皆さんへというところでですね、やりますと、願望実現セミナーへのですね、リンクが貼ってあります。そして、このですね、コンテンツというところで、このネット講座というところをですね、こうやって、ネット講座に申し込んでいただきますと、このページが開くようになります。これで、このページをですね、1日30分間毎日毎日ですね、練習して、何度も何度もこれを繰り返してですね、言っていただくことによって、願望実現の達人になってしまうと。で、この一番上にありますのが願望実現セミナー全体のテキスト、これがですね、これか、これがテキストで、これがこのテキストを使用してですね、願望実現のですね、ための解説がありまして、今度は、効果、どんな催眠や瞑想すると効果があるかっていうのと、それから願望実現のですね、についての、ですから、この動画が全、えー、そうやりました。このテキストをですね、こうやって順番にですね、動画説明をしていってあります。それで、こうやったって、願望実現のですね、理論とか仕組みとか、そういうのを十分に身につけたらですね、一番最初の瞑想がガイドにつながると、自分のガイドというのがありましてですね、それにつながって願望実現すると、これはガイドにつながる説明で、ガイドにつながる瞑想と、それから自分の願望を確定する説明で、願望を確定する瞑想という感じですね。動画説明と瞑想、動画説明と瞑想というような感じでですね、やっていって、これをですね、順番に聞いていくことによって、願望実現の達人になることができるようになっています。非常にですね、多くの人がこの方法を用いて、これまでいろんな願望実現をしてきたという優れものです。で、この丸に矢印をクリックすると上に上がっていきまして、そしてまたコンテンツというところでありますと、今度はソニックメディテーションというのがあります。で、これ閉じて、ソニックメディテーション。この皆さんへというところにあります。ラディアンスのソニックメディテーションのページにリンクしてあります。これで、
ワードコンテンツってありましてですね、そしてソニック1、これありますとですね、ソニックメディテーションの PDF テキストがここから開けて、そして、この PDF テキストにのっとってですね、動画説明、それからこの瞑想のやり方の解説、それから第一チャクラの動画説明で、第一チャクラのですね、瞑想がですね、こうやってずっと並んでおりまして、で第二チャクラの説明があって、瞑想がずっと並んでおりましてですね、それからこのガイドにつながるというこのやり方がですね、ここに詳しく解説されまして、でその第二チャクラのですね、瞑想がずっとあってという形で、これを使っていきますと、ご自宅でですね、ソニックメディテーションのセミナーに参加した後の復習に使ったりとか、ネット講座としてですね、この動画だけでですね、このメンバーサイトだけで、瞑想法をですね、ソニックメディテーションをマスターできるようにしてあります。で1回目、2回目、3回目という形で3回でワンセットになりますね。それからこのソニックメディテーションの上級セミナー、このソニックメディテーションをより日常に生かすためにはどうしたらいいかっていうのでですね、このところに上級セミナーというのがありましてですね、この皆さんへというところで上級セミナーのページにですね、リンクしてあります。でプッと上がりまして、でこのように過去に行った上級セミナーがですね、はるか過去に行ったとは載せてないですけども、ご数年のですね、上級セミナーの内容がこのところにあります。それで、それでですね、次にまたコンテンツとやりまして、今度は催眠療法というところをしますと、催眠療法を受けていただいた時の日々の自己催眠101日間というですね、ワークブックがここからあったりとか、それから自己催眠セミナーネット講座っていうのがあったりとかしてですね、これも自己催眠セミナーのテキスト、それからその動画説明、自己催眠の動画説明がずっとありまして、でここで実際の自己催眠誘導、動画説明、自己催眠誘導、動画説明、自己催眠誘導って感じでですね、ずっとありまして、でこれによってですね、目標達成の達人になると。今日は、この中の自己催眠セミナーの中からですね、この2つ目の方ですね、このところでずっと変わってありまして、この時間自分作成ワークっていうのがあるんですけども、この部分をですね、2時間半かけて皆さんにお伝えしようというようなことになっております。でそれからあとまたこの潜在意識のところに戻りますと、この催眠と瞑想の説明会っていうのは、瞑想と催眠の説明会ってあります。これは毎月毎月第4土曜日にですね、行っている説明会のですね、3時間半にわたる動画説明が、動画がここにありまして、でこれをですね、見やすいように細かく、細切れにしたものが順番にこのように並んでおります。でこうやってやると非常に、ひとまとまりひとまとまりなので見やすくなっております。でその中で扱っているですね、ソニックメディテーションの誘導とか、それから応用編とかですね、それから自己催眠の応用とか、こういうのをですね、ここから見れるようになっています。このような素晴らしいメンバーサイトっていうのがですね、ありますので、ラディアンスのさまざまな自己啓発セミナーっていうのをですね、これでしっかりと復習することができます。で今日の内容もこれでしっかりと復習することができます。それで、このですね、プログラムはアディアンスの結婚力アップ集中プログラムというのがありまして、このプログラムにのっとりましてですね、多くの方々が幸せな結婚をしているんですけども、このアディアンスのですね、この結婚力アップ集中プログラムというのはですね、私がソニー社員だった頃にですね、行っていた潜在意識活用法、これをですね、用いて、誰もがですね、幸せな結婚をしですね、幸せな結婚生活をずっと続けるようにできるようにしてしまったものです。
で、この結婚なんですけどもですね、現在この非常にですね、結婚が難しくなっております。それは何かというと、これまではですね、偶然の出会いを期待し、それは能力や様々なの自分の能力やテクニックを駆使したですね、駆け引きというので、この恋愛が始まりましてですね。で、その結果、この結婚ができないっていう人は、男性はですね、3人にすれば結婚ができない、女性は5人にすれば結婚できないというふうな状態になっちゃってるんですよね。何かもう全ての人が結婚するように勘違いしている方もいらっしゃるんですけれどもですね、このようにですね、男性は3人に2人しか結婚できないと、女性は5人いたら4人しか結婚できないという時代になってきております。で、この数値は国勢調査の結果の数値なんですね、きちっとした数値なんですけども、それから、結婚してですね、妊娠すると4分の1のですね、夫婦の愛情を収めちゃうと、4組に1組の、夫婦の愛情を収めてしまうと、で、子供が2歳になると3組に2組の夫婦の愛情が収めてしまうと、これは何かっていうと、お母さん、女性の方はですね、子供ができるとホルモンバランスが、そのお母さんモードにですね、カチッと切り替わってしまうと。で、ところが、夫の方はですね、まだ恋人モードになってますんで、まだ父親モードに切り替わってないわけですね。女性の方は母親モード、男性の方はですね、まだ恋人モードなので、そこでですね、問題が起こるということになってしまいます。で、そうすると、お互いのですね、相手のことを思えるとかっていうふうなことができなくて、愛情がどんどん冷めていってしまうと。そしてやがてですね、この夫婦の3組の1組がですね、離婚してしまいまして、2組に1組はセックスレスになってしまうというふうなことで、何ともですね、悲しいこのこれまでの結婚なわけなんですけども、ところがこれからはどんなふうにしてやっていくかっていうと、この科学的な意識の力を使うと、意識の力とかっていうのがあると、なんか超能力とかっていうのは思うかもしれないですけども、最近はですね、科学が進歩しまして、意識の力をですね、科学的に測定したりとか、意識の力の効果を科学的に検証したりとかですね、そういったことができるような時代になってきます。ですから、意識の力はあるんだというふうな、ことがですね、今では、ちゃんと明確にですね、証明されていると。そしてですね、それからの魂というのもですね、異相であるという、これはちゃんと、これもですね、また様々な科学者たちがですね、こういった発表をしていると。ですから、魂レベルで幸せな結婚を約束した理想のパートナーを引き寄せると。なんかその輪廻転生とかっていうような感じでですね、それぞれの魂が、お互いの魂を磨き合うためにですね、輪廻転生してるわけなんですけれども、で、その時にこの不幸な結婚をするパートナー、不幸な結婚をすると約束した男女同士、それから幸せな結婚をすると約束した男女同士とかっていうのがあるわけで、その時に幸せな結婚を約束した理想のパートナーを引き寄せるとですね、幸せな結婚ができてしまうと。で、運命っていうのは、一本道のように定まっているものじゃなくてですね、自分が、その瞑想や催眠の状態になって探るとですね、運命というのは一目瞭然のようにたくさんの選択肢があるということが分かります。で、そうすると、その理想のパートナー、幸せな結婚を約束したという理想のパートナーと、この不幸な結婚を約束したそのパートナーとかですね、いろんなパートナーがいることに気が付くわけですね。その中からこれを選ぶと。で、その時に、その人のピンポイントにですね、意識のエネルギーを送るためにはどうするかというと、理想のパートナーの条件リストっていうのを作ってですね、その条件リストをイメージして意識のエネルギーを送ると、その人がやってくるということになります。そして、それからまた自分のですね、心の傷、自分は不幸が似合うんだとかっていうふうに普段から思っちゃってる人が結構いるんですけども、そういうふうなものをですね、そういった心の傷を癒し、それから、夫婦の相手の思いやり、そういったのですね、それから子供に対する思いやりの心っていうのをですね、育てるという、これによってですね、一生幸せな結婚を続けることができるわけですね。で、このような、結婚というふうなものはこれからはですね、できる時代になってきたと。で、詳細はホームページってありますけども、先ほどのメンバーサイトからですね、潜在意識のところからですね、見ていくことができますんで、楽しみにしていてください。
さあ、そして、このですね、セミナーを行っているこの私は一体どんな人なんでしょうというところなんですけども、この自己紹介になります。私の社会人レビューはですね、テルモ株式会社というところであります。テルモの株式会社のこの電子体温計、この電子体温計はですね、誰もがご覧になったことがあって、誰もが使ったことがあると思うんですけども、大抵病院に行くとですね、これが出てくると。で、これはですね、実は私が作った電子体温計です。基礎研究からですね、それから実際のこの製造、それからですね、そして設計か、基礎研究、設計、そしてですね、製造ラインの設計とかですね、それから設営、そしてですね、歯止まりの工場とか、もうさまざまな、この、電子体温計が世に出るためのですね、さまざまな分野のですね、担当をさせていただきまして、それで、これをメーター上の階に出したと。で、その後ですね、さまざまな陽電子工学を使ったですね、研究を行っておりまして、ある時、手首で測る血圧計のですね、研究を行っていた、そんな時があります。で、この時にですね、このソニーのソリューションのウィカマソリューションもですね、なんと手首で脈を測るというふうなことで、どんな病気か診断するという、こういった研究をですね、行っていたんですよね。それで、これは指が乗っかってますけど、昔の人様はこうやってですね、脈を測ってですね、どんな病気かっていうのをですね、見ていたわけなんですけども、このですね、指で脈を感じるんじゃなくて、ここに加速度センサーをつけまして、そしてその圧をかけるのはこの腕体で圧をかけると。それでその後ですね、この加速度センサーの出力をコンピューター解析をして、どんな病気かを診断してしまうっていう脈振器という非常に画期的なですね、発明をですね、この当時していたと。で、ソニーのソリューションも手首で脈を測ると、私も手首で脈を測るということで、脈がつながりでソニーに来ないかっていう話になりまして、ソニー社員になったと。で、ソニー社員になりまして、イブガマソリューションの直轄部隊に配属になって、イブガマソリューションがこんな、研究をしなさい、あんな研究をしなさいというふうな、イブガマ氏のですね、提案を、はい、わかりましたという形でですね、どん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 つくこなしていくという、そういうふうな、とても面白い部隊にですね、入ることになったと。それで、ここで、いろいろなですね、ことの研究を行っていたときに、ある時ですね、このイブガマソリューションが西洋医薬でもない、東洋医薬でもない、第三の薬としての病気にならないか、どうしこうしてるための研究をしなさいと、これからはここの時代がやってくるんだというようなことでですね、ここの時代を象徴するかのように、なんとこの当時にですね、茂木健一郎氏、脳科学者の茂木健一郎氏も、その社員になっていると。で、茂木健一郎氏はソニーコンピューターサイエンスラボラトリーというところに配属になりまして、私は生命情報研究所というところに配属になったと。これが生命情報研究所の発足会で、ここに座ってる人がですね、ソニーのソリューションのウィカマソリューションと。で、なんと、本当に書いてありますように、伊深氏自らが生命情報研究所の所長になってくれていると。このくらいの人数が集まりますと、この生命情報研究所の所長っていうふうなものを立てて、その所長が、このソリューションのところにですね、今、こういったものの研究はこうなってますっていうふうなことで、報告にしに行くんですけれども、この伊深ソリューションはですね、こういった分野にですね、非常に興味があったと。そこで自らが象徴になって我々を引っ張っていってくれたという、非常にですね、ラッキーな、ことが起きてしまったわけなんですよね。そして、ここにですね、立っているのが若きの山崎康夫と、今のこの顔にですね、だいぶ面影が、あるんじゃないかと思うんですけどですね、それでですね、これが関係者一同ということなんですけれども、で、ここに、座ってる人がですね、非常にすごい人でですね、で、この人は東大の名誉教授で、世界で初めてヤギに人工心臓をつけたっていう、人なわけなんですけども、人工心臓の権威の人なんですが、晩年にですね、なんとこの、西洋医学でも東洋医学でも第三の薬、代替医療っていうんですけども、これにですね、興味を持ちまして、そして、代替医療の世界ではですね、非常に有名な人になりまして、そしてその生命情報研究所のですね、顧問になってくれていると。で、この人はですね、非常にユニークな人で、鉄腕アトムを描いた手塚治虫氏とですね、なんか同級生だったころと。これで、この風貌を見ると、なんと話に分かると思うんですけども、この鉄腕アトムの中に出てくる、お茶の水博士、これのですね、モデルになったうちの一人というふうな人で、非常にユニークな、方なんですけどもですね、こんな、メンバーと共にですね、生命情報研究所が始まったと。じゃあ、この生命情報研究所ってどんなことをしようかっていうんでですね、いろいろ
探索をしていった時にサイモントン療法っていうものに、出会ったと。でここにいる人がですね、サイモント博士、アメリカのサイモント博士という人なんですけども、この人はですね放射線科のお医者さんだったと。でそれで、このがん患者にですね放射線を当てて治すというふうなことをやってたんですが、なかなか昔だったんでですねうまく治らなかったと。でこの時にですねこの人の奥さんがですね心理療法をやる人で、でこのサイモントン博士に向かってですね、心の持ちによってがんが良くなったり悪くなったりするんだというふうな話をしたと。でそうした時にこのサイモントン博士はですね何を思ったかというと、そうかと、それじゃあがん細胞をやっつけて喜んでるイメージをしてもらったらがんが治るんじゃないかというふうなことでですね、このイメージとですね、とか感情とかですね、そういったものとがんの進行の様子とかっていうのを研究を始めたと。でこういった分野はですね、昔は精神腫瘍学というふうな学問がありましてですね、でその中でいろいろ論じられていたんですが、まだ、昔だったんでですね、この実際にいいデータが出てなかった、どのようにしてがんが治ってくるのかっていうメカニズムがよく分からなかったと。でこの、いろんな人にですね教えをこういながら、サイモントン療法っていうのをこの人が確立しまして、そして、一番最初にですね、このサイモントン療法を施した、人がですね、末期がん、喉のがんだったと。唾を飲み込むのもやっとというふうなことで、西洋薬ではもう治らないというようにですね、なっていたこの人にですね、このサイモントン療法を施したところ、なんとですね2ヶ月で、がんが治ってしまったと。だからがん細胞をやっつけて喜んでいるイメージをですね上手にする方法を2ヶ月間ずっとこの人に行ったわけなんですけども、そしたら、ついにですね完治してしまったわけですね。でこの方は、がん以外にもですねさまざまな病気を持っていたんですが、その病気もですねこのサイモントン療法という方法で治しちゃったと。でそれなんでですね、一番最初に、施した人が非常に高血圧だったんで、いろんな人にですね、このサイモントン療法っていうのを施療してきまして、でどんどんいろんな人ががんから、救われていったと。でそれで、この本に直ったんでですね、この全世界的にこの本が有名になりまして、そして日本の NHK もですねサイモントン療法の番組を作ったと。でその番組を見ていた私が、これこそがソニーのソリューションというところの病気にならない体を起こし合うための研究にぴったりだということになったわけですね。ですからこのようにですね、イメージ、このイメージ療法っていうふうに言うんですけども、一般的にこういったものっていうのはですね、西洋薬とか東洋薬とかっていうのとはかけ離れていると。でそれなんでですね、このがんの自然退縮、がんがですね、医学を用いなくても自然に治ったっていうのをがんの自然退縮っていうんですけども、こういった分野なわけですよね。まあ、非常にこの一頃前でしたらですね、不思議な、例えば神がかり的な話だったんですけども、これがですね精神腫瘍学とかっていうのができてからですね、この神がかり的なところからだん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 医学というふうなものにですね変わっていくわけなんですけども、でもまだなかなかですね多くの人の中には受け入れがたいところがあったと。でそれでこのがんの自然退縮というふうな分野がですね、どんどんこの科学が進歩していくに従ってですね、科学の中に飲み込まれていくわけなんですけども、一番最近では精神神経免疫学というふうなものがこのがんの自然退縮を扱うですね分野なわけですよね。精神と神経と免疫の間には密接な関係がありますよということなわけなんですけども、でこれはどのようにしてこれでがんが治るのかっていうと、私たちの脳の中にこの快楽中枢っていうのがあるんですね。栄転神経と呼ばれてるんですけども、この快楽中枢、快楽な状態、例えば人から褒められて嬉しいとかですね、がん細胞をやっつけられて嬉しいとか、そういう嬉しいというふうなイメージをすると、ここからホルモンが出まして、でこのホルモンが脳全体、そしてまた血液にですね流れていってですね、そして免疫力をアップしてですね、でがんを治してしまうというふうな話なんですけども、これが本当に伝わって何のかっていうのを医学的な実験をした人はまだいなかったと。それでですね、こういった研究っていうのをですねやってみようということなんですけども、ソニーだけだとこういった研究はできないと。それなんでこの東京の小平にあります国立精神神経センターの免疫研究部のお医者さんと共同研究をができるようになりましてですね、日本中にありますこういった精神神経免疫学の研究をしているお医者さんに手紙を書いてですね、一人一人会っていったわけなんですけども、でその遠くの方に行かなくても東京の小平にですね会ったと。私の家からですね30分ぐらいで行ってしまうところなんですけども、で非常にですね下りなんで、その、通勤もしやすいとかっていう非常に素晴らしいところがありまして、この免疫研究部のお医者さんとこのがんの自然退縮のですね、共同研究ができるようになったと。それで、動物実験をしてですね学会発表したのはその先生が発表したわけなんですけども、
で、それで、どのようにしてですね、このがんの自然退縮を確認したのかといいますと、マウスを使ってですね、実験を行ったと。このマウスっていうのは一つがいの、夫婦からですね、たくさんの子供が生まれるんですけども、臓器の位置が皆同じと。ですから、この快楽中枢の位置もですね、同じなんでですね、そうすると1匹のマウスでどこの部分に、この快楽中枢が走ってるかっていうところをですね、見つければ、あとはその場所に同じ場所に刺してあげれば、百発百中というようなことになるわけですね。で、それなんで、脳に、快楽中枢に電極を刺すと。これで、がん細胞を皮膚に打ち込みまして、電気刺激あり、一時的に快楽な状態にしてあげるっていうのと、こちらの方はですね、電気刺激なしというふうなことで、特に快楽な状態にしないということで、電気刺激ありなしのですね、比較実験を行ったと。そうしたところ、電気刺激ありの方はですね、白血球が活性化するんで、がん細胞が壊れるんだというふうなことをですね、見事に、ここでですね、確認することができたということになります。ですから、これから先はですね、脳に快楽な状態を作ってあげれば、白血球が活性化してがん細胞が壊れるということなんですね。これが科学的に分かったんで、この、快楽な状態を作るということをしてあげればですね、いいわけなわけですね。じゃあ、どうやってやるのかと。このがんのセルフコントロールの中ではですね、イメージトレーニングっていうので、この快楽な状態を作っていったと。で、私もですね、その医者に集めてイメージトレーニングをしてもらったんですけども、イメージが上手にできる人が少ないと。何かこのイメージトレーニングってやり方だと、できる人とできない人っていうのができてしまってですね、これではソニーの指定のですね、何か商品にならないというので、イメージ療法よりも優れた方法は何かないだろうかっていうので、いろいろ見出したところ、催眠というふうなものに出会ってですね、瞑想っていうふうにもことに出会って、これによってですね、上手にイメージができるというふうなことがですね、分かったわけですね。快楽な状態を作れるということが分かったと。で、そしたらですね、今度はこのサイモントン博士も、がんのセルフコントロールって本の中ではイメージ療法なんですけども、このがん治癒の道という後から出た本の中ではですね、瞑想でがんを治すということをやってるわけですね。ですから、ソニーが最終的に瞑想に行き着いたというのと同じようにですね、そのサイモントン博士も瞑想という方に、でがんを治すというふうなことをやったということになります。ですから、この非常にですね、催眠とか瞑想という方法が、この病気のない可動を起こしているための研究っていうのにですね、ぴったりだというふうなことなわけですね。で、ここで、すごい話なんですけども、これはですね、先ほどのこの精神神経免疫学というふうなものでですね、この快楽中枢から、快楽中枢を電気刺激して人為的に快楽な状態にしてあげると、白血球は活性化するというふうなことはですね、免疫力が高まるということなわけなんですよね。で、それで、なんとですね、このウィスコンシン大学、最近の話なんですが、アメリカのウィスコンシン大学の研究チームは、被験者48人を対象に次のような実験を行いましたと。全員にインフルエンザワクチンを接種させた後、全体を2グループに分けましたと。そして片方のグループのように毎日瞑想を継続させましたと。この期間は2ヶ月だったんですけれども、実験終了後に血液検査を行ったところ、毎日瞑想をしたグループはそうでないグループに比べ、免疫力が高まり、インフルエンザにかかりにくい状態になっていたということが判明しましたと。ですから、今流行りのですね、コロナウイルスっていうのは、このインフルエンザウイルスの仲間なんでですね、コロナウイルスの方も瞑想によってですね、免疫力を上げればですね、悪化しないで済むとか、かからないで済むとかいうふうなことになるわけですね。ですから、この精神神経免疫学、まさにその応用ということになるわけなんですけども、ですから、この2ヶ月間というわけでですね、今、7月ですので、この秋口にまた次の流行がですね、始まるんじゃないかと言われているんですけども、まだ十分間に合いますので、皆さんもですね、催眠とか瞑想とかをですね、して免疫力を上げるというふうなことをですね、すると非常にいいと思います。それで、このラディアンスがどのようにして設立していったかというと、エビゴマスルシが高齢だったものでですね、亡くなってしまったと。で、亡くなってしまった後にですね、PL 法っていう法律が施行されちゃったんですよね。で、これは、製造物責任法っていう法律なんですが、これによってですね、メーカーの責任が重たくなったと。メーカーが作ったものが何か不具合を起こすとですね、最近はリコールって言ってですね、それを回収して直してまたユーザーのところにですね、返送するというふうなことをしているようにですね、製造者の
責任が重くなったと。そこでソニーの取締役会がですね、もしソニーが作った医療機器が医療事故を起こしたら大変なことになるというんでですね、社内での医療機器の研究をですね、しないというふうなことを決めてしまったわけですよね。それで、ソニーの中にあった医療機器の研究部隊が全部なくなったと。イルカ・マサル氏が元気だった頃はソニーの中にいろんな医療機器の研究部隊があったんですけども、それが全部なくなってしまったと。それで私たちのですね、生命情報研究所も医療機器の研究部隊だったんで全部なくなってしまったと。で、それで亡くなってしまっただけじゃなくっても研究しないっていうわけなんですよね。で、それなんでこれまでの、研究成果をですね、これから先生かすことができないというので、これはとてももったいないと。ソニーでの研究成果を社会に還元しようっていうんで、ラディアスっていうところを作ったわけですね。で、ラディアスを作りまして、ところですね、催眠と瞑想による社会貢献をしたというふうなことで、なんとですね、勲章をいただいてしまったんですね。非常にですね、緊張したお持ちですけれどもですね、こんな感じで大きな賞状とですね、勲章をいただいてしまったと。で、このようなですね、ものがこの自己紹介ということになります。ですから、ラディアンスどんなところでしょうかっていうふうに思っていた方もいるかもしれないですけども、とても由緒正しいところでですね、オウム真理教のようにですね、洗脳してどうにかしちゃおうとかって、そんなことは一切考えておりませんで、皆さんをですね、この催眠と瞑想によってですね、とても素晴らしい状態、ソニーのソル社のこのイブカマソル氏、ソニーのソル社のですね、イブカマソル氏、この方のですね、もう一つの夢っていうのはですね、子供の未来を明るいものにするというのが、この人のですね、未来の夢だったわけなんですけども、でそのためにはですね、催眠と瞑想が非常に役に立つと。先ほどもですね、見ていただいたように、今の結婚事情っていうのは非常にこの寒いものであるんですけれども、そうすると、愛情のない夫婦が子供を育てるわけですから、そのお父さんやお母さんを見た子供たちっていうのはですね、だから結婚っていうふうなものに関して魅力をあまり持たないわけですね。それから、愛情のない夫婦が子育てをしても愛情を子供に伝えることができないので、だんだん子供未来がですね、暗くなってしまうわけですね。ですから催眠と瞑想でもって心をですね、いい状態にして、そしてそのいい状態になった夫婦がですね、運命の出会いをしましてですね、そして素晴らしい結婚生活の末、愛を持った子供を作ってですね、その子を愛情深く育て、そして子供が途中育っていく途中にですね、二人の愛情が冷めるんじゃなくて一生連れ添うというふうなことで、そしてそのまた子供たちも愛情深く育ちましてですね、そして愛にあふれた結婚をして、そして愛にあふれた家庭を作ってという、このようにしていくというふうなことがですね、これによって可能になってくるわけですよね。でそういうので、このアディアンスというふうなものをですね、どんどん今発展させているわけなんですけども、これでこのですね、今回の、先ほどもメンバーサイトのところでお伝えしたんですけども、この自己催眠セミナーの中での、このオリジナル主眼自分っていうのを作ってですね、なりたい自分になるというふうな部分をこれからお伝えしようというふうなことです。で、この自己催眠セミナーっていうのは3月、6月、9月、12月の第1土日のですね、この2日間かけてみっちりやるわけなんですけども、そのですね、オリジナル主眼自分を作るっていうところをですね、これからの時間でですね、皆さんにお伝えしましょうというところなんですね。で、私たちの意識の仕組みなんですけども、この表面意識というのと潜在意識というのがありましてですね、この比率がですね、誰が測ったのか、どのようにして測ったのかわからないんですけども、1対9というふうに言われていると。で、同じ力を持った人が1人対9人でですね、綱引きをしたらどっちが勝つかというと、圧倒的に9人の方が強いわけですね。それで、ですからですね、私たちはこの潜在意識にですね、非常にこの中のデータに左右されてしまっていると。で、潜在意識の中のデータのですね、核の部分はいつ頃できるかっていうと、胎児から3歳のくらいまでできるんですね。で、それで、これが一生続くので、三つ子の魂100までというふうな、ことわざがあるわけなんですけれども、そして、これがですね、性格が出来上がるのは13歳と、中学1年生の頃なわけなんですけれども、で、そうするとしっかりとこの性格が固まると。で、性格が固まった後にこの性格が、変化しないようにですね、統合膜というですね、脳の機能がありまして、これが守っていると。で、それなんで、この性格を変えずに済むんですが、ところが、昔のですね、人間が発生した頃とかっていうのはですね、大体その寿命が20歳ぐらいだったと。
ですからこの13歳のところにですね、頃までにできた性格で、まあ、20歳まで生きてもですね、それほど支障はないだろうということなわけなんですが、現在はですね、寿命がなんと100歳時代というような感じになってくるわけなんで、そうすると、同じようなですね、性格、子供時代にできた性格でですね、一生過ごすのはそれはつらいだろうということなわけでですね、この催眠や瞑想を使うことによってですね、性格改善ができたら、それは生きやすくなるわけなんですよね。で、それで実際にこのどうやってやるかっていうと、瞑想や催眠時の意識状態の変性意識状態になると、表面意識と潜在意識が隔てる統合膜、潜在意識の扉っていうんですけど、この統合膜の力を一時的に弱めることができると。そして潜在意識の中にどんな情報が入っているのかなっていうのを探ってですね、変化させていくと。この時にこの消すんじゃなくてですね、大きなプラスを入れるんですよね。で、そうするとこのプラスとマイナスを打ち消し合って、このマイナスの記憶っていうのはなくならないんですけども、マイナスがですね、気にならなくなるっていうふうなことをですね、をしてしまう。で、そうするとさまざまな能力改善ができたりとか、性格改善ができたりとか、悩みとか問題解決ができてしまうと。こういうふうなですね、ことができるんですけども、まだこれができるっていうふうなのが分かってから長く経ってないのでですね、多くの方はご存じないと。ですから、この催眠の状態とか瞑想の状態になってですね、この潜在意識の扉を開けることによって、私たちの能力をですね、飛躍的に高めることができてしまうんですよね。で、それでですね、そういったことをこれから科学的にですね、説明していくわけなんですけども、この催眠の状態っていうのはどういうような状態なんでしょうかっていうのをですね、説明していきます。うさぎ、猫、猿、人間という形で、この脳の中の黒い部分と白い部分がですね、この比率が変化していくわけなんですけども、この白い部分のことをですね、新しい脳の系、人間脳というふうに呼んでるんですよね。で、新しい脳の系はですね、人間的な精神の座としての知覚判断、思考とかって、こういったことをやってると。で、古い脳の系はですね、動物脳って言われてまして、本能や体の座としてですね、本能的な欲求や快不快っていう情動とか、こういったものをですね、司っているということになります。で、この新しい脳の系と古い脳の系が催眠の状態などどのようになるのかっていうのをですね、研究した先生がいらっしゃいまして、久留米大学の稲永さんというお医者さんと、九州大学の生見さんというお医者さんがですね、共同研究で行ったと。で、パーキンソン病の患者の治療の際に、治療とは別に脳の深部にまで電極を差し込み、催眠をかける、その前後の脳波や血流の測定を行いましたと。ですから、この脳に電極を差して、なんか脳の手術をしている時にですね、催眠をかけないんでしょうかっていうのは、ことを疑問に思った方がいらっしゃると思うんですけども、なんとですね、この脳みその中っていうのはですね、痛点がないんですよね。だから電極を刺しても痛くないと。ということは、ここのところにですね、穴を開けるのはさすがに痛いわけなんですけども、ですから極部麻酔でここに穴を開けまして、で、そうするとですね、催眠中話ができるということになるわけですね。で、話ができるっていうことは催眠もかけられるということでですね、この脳の中に電極を刺して催眠をかけた。そして、この電極にですね、番号がついてるんですけども、こっちが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12というような感じですね。この古い脳の系の方は大脳辺縁系というと、古い脳の系の方は、番号が少ないと。で、大脳新皮質とかっていうような感じですね。新しい脳の系の方はですね、番号が多いという、このようなですね、何か電極に名前の付け方をしまして、で、催眠前にですね、このようなですね、こっちが新しい脳の毛、こっちが古い脳の毛なんですけども、このようにですね、血流がですね、観測できるように調節をしておいたと。そして、催眠をかけたところですね、78を見てみると、顕著にですね、この箱が低くなっていると。ですから、まあ、11、12も箱が小さくなってますけども、催眠をかけると新しい脳の系の血流が減ると。ということは、新しい脳の系の働きが弱まるということがですね、これで分かるんですね。で、こっちの方はですね、よく見ないと分かんないんですけども、この幅が広がってるんですね。ということは、血流が増えていると。ですから、催眠をかけると新しい脳の血流が減って、古い脳の血流が増えると。だから、古い脳の方の働きの方が良くなるわけですよね。それから、ピカピカピカっていう断続的な光刺激をしてあげますと、この脳波がこのように変化すると。で、この時に、こっちが新しい脳の系、こっちが古い脳の系と。で、これを浅い催眠の状態にしますとですね、こんな感じで、新しい脳の系のこの脳波がですね、振幅が少なくなってくると。
働きが弱まったわけですね。こっちのは相変わらずしっかりと動いてると。ほんで、催眠とか瞑想とかっていうと、深ければ深いほどいいんじゃないかというふうに多くの人は思うんですけども、深いとですね、なんか寝ちゃうんですよね。ですからあまり深くない方が良いと。ですから催眠とか瞑想の効果が出る一番浅い状態というので、催眠をかけてあげたり瞑想の状態にしてあげるとですね、うまくいくということになるんですね。で、これをまとめますと、通常の主状態では新しい脳の系の働きが活発なので、理知的批判的に自分の世界を受け取りますと。表面意識と潜在意識を隔てる統合膜の機能も活発ですよと。ところが催眠の意識状態では新しい脳の系の働きが抑えられて、古い脳の系の働きが活発になると。そこで感情的、本能的、直感的に感じるようになりますよと。統合膜の機能は一時的に低下し、催眠や瞑想によるですね、潜在意識の内容を最後に変化させることができると。このようなことがですね、今は、ちゃんと科学的に証明されているというふうな時代になってきております。で、それで、この催眠の意識状態なんですけれども、これはですね、非常に、不可解なですね、意識状態のことになるわけなんですけど、どんなふうに不可解かというと、なんとですね、この催眠の状態に入っていると自覚がほとんどないと。催眠をですね、かけられている人、まあ、何度も何度も催眠の状態になってですね、行くと、ああ、これが催眠の状態かというのは分かるんですけども、最初の頃は、催眠の状態に入ったという自覚はほとんどないと。現在の普通の意識状態で目をつぶっている時は何ら変わらないということなんですよね。で、そういうところが、このしっかりと自分自身を観察してますと、心身ともリラックスしてるなとか、気持ちが安静になってるなとかですね、集中力が増してるなと、暗示三日になってるなっていうようなことがですね、観察できるわけなんですね。ところが、このようなですね、観察する余裕が出るまでは入ったという自覚がなくて、普通の状態で目をつぶっている人と同じというふうなことなんですね。ですから自分が本当に催眠の状態になっているんだろうかっていうのをですね、多くの人はですね、疑問に思ってしまうわけなんですよね。何か、なんか特別なすごい状態になるんじゃないかと、まあ、この催眠で意識がなくなるとかですね、それからなんか別人のようになってしまうとかですね、そんなことがあるんじゃないかというね、非常に大きな期待とともに催眠の状態なんですけども、とかって感じ、これが催眠の状態なのっていう感じの、なんか拍子抜けっていうような感じになっちゃうわけなんですね。で、それなんで、この催眠っていうのはこれまでですね、非常に難しい、ことで、なんかうさんくさいとかっていうのに言われたこともあるわけなんですけども、催眠の状態に入ってるのに、なんかこれじゃないかっていうふうに言ったらですね、感じたらなんだそれはっていうことになっちゃうわけなんですけども、ところがですね、この催眠のことをですね、非常に、一生懸命ですね、研究した方がいらっしゃると。で、その方はですね、この九州大学の名誉教授の岩博士の成瀬吾作と、この方がですね、催眠についてですね、非常に精力的に研究をして、で、催眠をですね、明確に、解明したということなんですけれども、で、それでこの方が書いた論文の一部なんですけれども、従来催眠中のクライアントは自分の意思を失い、暗示に機械的にしちゃうと考える人はそれはまるでと、実際には暗示課題を達成しようとする彼自身の主体的な努力の結果であるというふうなことなわけですね。なので、これを平易な言葉に直しますと、催眠にかかると意識がどっかに飛んでいってしまって、まるでロボットになったかのように催眠術の言いなりになる、このようにですね、考えられてきたのが違うんですよと。実際には催眠を受けようとした人が一生懸命催眠の状態になろうと思って努力したから催眠の状態が成立するんですよっていうことなわけですよね。でですね、多くの人はこんなふうに思ってるわけですね。この嫌がられてがいたとしても、その嫌がられてに催眠かけてしまうとですね、手を目にすることができるみたいな感じですね、催眠術の言いなりにすることができるとかって、そんなふうにですね、多くの人は思ってるわけなんですけども、そうじゃないんですよってわけですね。嫌がられてっていうのは、主体的な努力なんていうのは、催眠の状態になろうっていうのに主体的な努力なんかしませんので、そもそも催眠の状態にいることができないわけなんですよね。なんか催眠のショーなんかですと、指をパチッと鳴らしますとですね、ダラッとなってですね、それで催眠の状態になるというふうなことをやってますけども、あれはですね、種も仕掛けもあるですね、手品と同じような感じなんですね。ですから、あれが催眠だと思ってると、催眠の理解っていうのはですね、催眠を深く知れば知るほど頭の中がこんがらがってしまうということなんですね。ですから、催眠の状態になるには、この積極的にイメージしてですね、この自分が催眠の状態になったらこうなるというのは、積極的にイメージしてそのようにやっていくということが重要になっていくわけですね。で、この催眠なわけなんですが、ですね、
この催眠にかかんない人、もしかしたら自分は催眠にかかんないんじゃないかって多くの人が心配しちゃったりなんかしますし、あるいはこんな間違った考えをしている人がいるんですよね。催眠にかかるのは気が弱いから催眠にかかるんだと。私は気が強いんで意識をしっかりと保つことができるので催眠なんかかからないぞというふうにですね思っちゃったりなんかするんですけども、ところがですね、本当は自分の意思がはっきりしない人っていうのはですね、この催眠の状態になろうっていうような感じで主体的な努力がそっちは苦手なんでですね、そっちの人の方が、俺は意思が強いんだとかって、そっちの人の方がですね、意思が強い人が催眠に入りやすくてですね、意思が弱い人は催眠に入りづらいんですね。ですから普通の常識とはですね違うわけなんですね。でですけども、この強いてですね催眠にかかんない人っていうのをですね定義しますとっていうか、じゃ分類しますと、ですからこの自分で催眠の状態になろうと思ってこの主体的な努力をすれば誰でも催眠の状態になっちゃうんですね。ところがそれがうまくいかない人っていうのが催眠の状態にならない人がわけなんで、でその人っていうのは日本語が通じない人と、こういうふうな、範疇に入っちゃうわけですね。日本語が通じないとですね催眠誘導は日本語で行いますんでですね、ですから催眠の状態に入らないと。それから催眠中に寝ちゃう人、通訳を立てればいいわけなんですけども、あと催眠中に寝ちゃう人、催眠中に寝ちゃう人も言葉が通じなくなってしまうので催眠の状態に入れないと。それからまた、催眠中に寝ちゃう人ですから催眠には入ってるわけなんですけどもですね、それがですねこの集中力の極度の低い人、どのくらい低いかっていうと、義務教育を普通学級で修了されなかった方の中にはもしかしたらいるかもしれませんねというのでですね、ほとんどの人催眠にかかると。自ら催眠の状態になろうと思って主体的な努力をしてくれればですね、催眠にかかんない人はいないわけなんですね。ですから安心してですね、今日は催眠というふうなものをですね体験していってください。で催眠の入り方っていうのはどういうふうにやってるかっていうと、この両手の親指の中にギュッと握りしめと、こんな感じでですねやるんですけども、でこうやって、手を上げていると疲れちゃいますんで、手はももの上に置くといていただければいいんですが、両手の親指の中にギュッと握りしめて、目をギュッとつぶり歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで一旦止める。全身にぐっと力を入れて、数を3つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つはあとかっていう感じですねやっていきます。この時に体全体の筋肉に力を入れてって言った時には、つま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉にですね、顔が真っ赤になるぐらい、この顔が真っ赤になるぐらい力を入れるっていうことが重要なんですね。そして数を3つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つはあって言いますんでですね、この時には鼻からふーんって吐くんじゃなくてですね、口から大きいはあって息を吐くと。そうすると顔が真っ赤になる力を入れた、これがですね緊張の状態、それからはあって口から息を思いっきり吐いた、これが弛緩の状態で、催眠はですね緊張してるとなかなか入りづらいと、弛緩するとですね非常に入りやすいというので、この弛緩の状態っていうのをですねこのところでしっかりと作ってもらおうと。でその弛緩をですねさらに助長していくので、つま先から力を抜けた、かかとから力を抜けた、両足から力を抜けて、とっても気分ですと。それから手のひらから力を抜けた、指先から力を抜けた、両手から力を抜けて、とっても気分ですと。で体全体から力を抜けて、とってもいい気分ですっていうふうにですね、私が言ってきますんで、その通りに命中をしてもらうと。そうするともう本当にですねダラーっとしてですね、力を抜けていきます。そして力を抜けてですね、もう、催眠の状態にだんだん入っていってるわけなんですけども、草原をイメージしてくださいって言っています。で草原をイメージしてもらいまして、このような感じのですね野原草原、近所の河原の土手とかですね、そんなのをイメージしていきまして、ここにですねドラえもんのどこでもドアがあると。ドラえもんのどこでもドアですから、どこでも行けてですね、行く場所はどこかっていうと心の奥底、潜在意識の奥底に入ってるわけですね。だからドラえもんのどこでもドアが先ほどの潜在意識の扉というようになるわけなんですけども、階段を一段乗りごとに催眠が10倍ずつ深くなってきます。10倍、100倍、1000倍とかってやりますのでですね、主体的な努力の結果なんでですね、自ら、催眠が深くなっていく、深くなっていく、深くなっていくと思うとですね、どんどん深くなっていきますのでですね、この時にその協力していただけないと深くならないんで、しっかりとですね、深くなっていく、深くなっていくと思いながらですね、階段を降りていくとですね、本当に、お、深くなってきますねっていうのはですね、わかるというような感じになります。そして、この一番下までつくとですね、非常に深い催眠状態になっていると。で扉をもう一つの扉を開けると、そこにはこんな感じのリラックスできるですね部屋があって、この中で、リラックスしてですね催眠の状態をさらに深めていくというふうなことになります。で今日はですね催眠の状態になっていろんなことを書いてもらうということをするんですけども、催眠の状態で目をつぶってますんで、目をつぶりながら書くとですね、
どんな字を書いてるのか分かんないでめちゃくちゃになってしまうと。で、それなんで、この課題を思い浮かべて目を開けてインスピレーションを書くというふうにします。そしてずっと目を開けっぱなしだと催眠がどんどん冷めちゃいますので、書くのは、筆が止まったら書くのをやめて目をつぶって呼吸のみに意識を向けて深呼吸を3回すると。そしてまた課題を思い浮かべてインスピレーションを書くと。で、筆が止まったら書くのをやめて目をつぶって呼吸のみに意識を向けて深呼吸を3回すると。で、課題を思い浮かべてインスピレーションを書くと。で、このようにですね、やっていきますと30分でも1時間でも催眠の状態でずっといることができるんですよね。で、この時に、この深呼吸をする時にですね、この課題を思い浮かべながら深呼吸をしているとですね、まあ、冷めちゃうんですけども、呼吸にのみ意識を向けて深呼吸を3回するとですね、深めることができます。で、この時、これは一体そのどんなことなんでしょうって、また後で説明しますけども、それからまたこの書いた後は催眠から覚めるわけなんですが、この催眠を覚ますのを快催眠というふうに呼ぶんですよね。で、快催眠の具体的な方法が、意識的に催眠を解こうと思うと。そして深呼吸をしてですね、体中の筋肉に力を入れて緩めたりして、で、伸びをして目を開けると。そうするときれいさっぷり催眠が解けています。催眠の最中にですね、催眠が浅くなってしまったと、もっと深い状態でいたいのに、なんか催眠が浅くなっちゃったというような感じに感じたらですね、意識的に催眠の状態を深めようと思うと。そして深呼吸を3回して心をつけると。このようにですね、解こうと思って深呼吸をすると解ける、深めようと思って深呼吸をすると深められるということで、催眠をですね、かける人に頼れなくても自らどうするかというふうなのを決めて深呼吸をすればですね、その状態になるんですね。で、これで、この動ですね、催眠が浅くなった時に意識的に催眠の状態を深めようと思って深呼吸を3回するというのが、このところのですね、書き足し方のところの深呼吸を3回なわけですね。ですから、催眠を深めようと思って深呼吸を3回すると催眠を含めることができると。ほいで、この催眠の状態になった後、催眠が解けなくなったらどうしようとかって心配する人がたまにいらっしゃるんですけど、そんな心配はありませんと。催眠の状態になった後にですね、何もしないでいると自然に催眠が解けて覚醒状態に戻ります。瞬時に戻るっていうんじゃなくて、徐々に催眠が解けていくということになります。それからまたは、寝不足の場合ですとですね、眠ってしまったりとか、この解かずに眠ってしまったら、その後はですね、目が開けば、さっぱりとですね、催眠から解けて終わります。で、この時にですね、じゃあその催眠の状態になったらほっといていいのかっていうと、そういうわけじゃなくてですね、この催眠が完全に覚める前にですね、私たちはですね、どうもこの普段自分のことをですね、ネガティブな雰囲気で考えやすいと、非常に、ポジティブにですね、振る舞ってる人もですね、なんか、ああ、ってなった時にですね、過去に起きたネガティブなことが頭の中に浮かんできたりとか、それからテレビのニュースですと、ネガティブな報道をですね、たくさん行っていると。で、そうするとですね、まだ催眠の状態になっていると、その潜在意識の扉が開いてますんでですね、それが潜在意識の中に入ってしまうと。そうすると、自分自身の性格がですね、ネガティブな方にどん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 ずれてしまうと。それなんで、催眠の状態でいる用事がなくなったらですね、即座に催眠を解いてですね、ネガティブなことを考えがちな我々がですね、でもですね、大丈夫にしないといけないというふうなことになります。ですから、催眠を解けなくなったらどうしようという心配は一切いらないんですけれども、必要がない時には催眠の状態にはなってないということが重要になってきます。で、これからですね、催眠の状態っていうのはどういうふうになっている状態なのかっていうのをですね、皆さんがですね、実体験をしていただくということをします。どのようにしてやっていくかっていうと、まずお父さんについて通常の意識状態で紙に書くということを行っています。そしてその後、催眠の状態で紙に書くというふうなことをやります。書く時間は2分半、私がですね、このスマホでですね、時間を計っておりますのでですね、で、皆さんはですね、ひたすら一生懸命書き続けていただければいいんですけれども、それでまず一番最初は、このお父さんについて何でもいいですから、思い浮かんだことを紙に書くと。もうお父さんいないとかっていうふうな方もですね、生前のお父さんのことを思い出して書いていただいてもいいですし、お父さん、父というふうな、この文字とかこのキーワードを聞いてですね、思い浮かんでくることを書けるわけですね。まあ、大抵の場合には自分のお父さんのことを書く人が圧倒的なわけですよね。で、そうすると、なんか自分のお父さんが大嫌いっていう人がたまにいましてですね、そうすると、まあ、お父さんのことなんか考えたくないんですよと。
もう考えるとですね、ムカムカして何もできなくなってしまうんですとかっていうふうな人もたまにいるわけなんですけども、そういったその場合にはお母さんとかですね、お母さんでもダメな場合には兄弟姉妹とかですね、昔から、最近までなるべく長い間付き合っていた人のことを考えていただくと、感じていただくといいわけなんですけども、まあ、特に支障がないという方の場合にはですね、お父さんについてやってください。で、その塩代で紙に書いた後は、今度は債務の塩代で紙に書くということをやります。で、この時もなんか債務の状態になったんで、もうとてつもなくすごいことが浮かんでくるんじゃないかっていうふうに期待しちゃってる人いるんですけども、そんなことはありませんと。通常の仕事で思い浮かぶのと大して変わらないことがですね、浮かんできますので、過剰な期待はしないようにしてください。それからこの時に、債務の状態はどんな状態だろう、しっかりと観察してやろうと思うとですね、何も感じなくなりますので、ですからこの通常の仕事で書いたのと同じような感覚で債務の状態でも書いていただくというようなことをすると、後で、私がですね、債務の状態、普通の仕事こうなんですよという解説をしますので、その時に初めて、ああそうだったねみたいな感じですね、思っていただくと非常にこれがよくわかります。もう催眠の最中に一体どんなんだろう、催眠の状態とはとかっていうふうにしちゃいますとですね、全然催眠の状態になんなくなっちゃいますんで、ですから、これに関してはですね、くれぐれも気をつけてください。それからたまにですね、その催眠の状態になったらですね、普通の状態では思い出せないようなことが思い浮かんできたら、これは成功だとかっていう人もいるんですけども、そういったこともありません。そういったこともありませんって、起こるかもしれないですけども、それが必ずしも催眠の状態で起きているってことではなくてですね、ですからそういうふうになんか先入観をですね、とりあえず全部捨てていただきまして、このワークを行っていただきますと、催眠の状態っていうのはこんな素晴らしい状態だっていうのが分かります。それでは、まず普通の状態ですね、紙とペンを用意していきまして、お父さんについて書いてください。こちらの方で2分半時間を計ってます。はい、始めてください。はい、2分半が経ちました。今度はですね、催眠の状態で感じて書いていただきます。これからですね、催眠誘導を始めますので、先ほどの解説のようにですね、行っていってください。顔が真っ赤になるぐらい力を入れて、口からハーッと吐くというやつですね。それでいきましょう。両手の親指の中にギュッと握りしめ、目ギュッとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にグッと力を入れて、数を3つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、
3つ。もう一度、両手の指を中にぎゅっと握りしめ、目ぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。つま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉に、顔が真っ赤になるぐらいぐっと力を入れて、数を4つ数えたら、口から息をよく息を吐きます。1つ、2つ、3つ、4つ。さらにもう一度、両手の指を中にぎゅっと握りしめ、目ぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。つま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉に思いっきり顔が真っ赤になるぐらいぐっと力を入れて、数を5つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。つま先に意識を向けてください。つま先から力が抜けた。かかとから力が抜けた。足首から力が抜けた。ふくらはぎから力が抜けた。膝から力が抜けた。ももから力が抜けた。お尻から力が抜けた。お腹から力が抜けた。両足から力が抜けてとってもいい気持ちです。両足がダーッとしてるところをイメージしましょう。呼吸ともに、さらに両足から力を抜けていきます。大きく深呼吸を1回してください。とってもいい気持ちです。さあ、今度はお腹から力が抜けた。腰から力が抜けた。胸から力が抜けた。背中から力が抜けた。肩から力が抜けた。肘から力が抜けた。手首から力が抜けた。手のひらから力が抜けた。指先から力が抜けた。両手から力抜けてとってもいい気持ちです。両手がダーラーとしてるところをイメージしましょう。呼吸ともに、さらに両手から力が抜けていきます。大きく深呼吸を1回してください。とってもいい気持ちです。さあ、今度は肩から力が抜けた。首から力が抜けた。顎から力が抜けた。歯から力が抜けた。唇から力が抜けた。鼻から力が抜けた。頬から力が抜けた。耳から力が抜けた。目から力が抜けた。まぶたから力が抜けた。眉から力が抜けた。眉間から力が抜けた。額から力が抜けた。頭のてっぺんから力が抜けた。全身から力が抜けてとってもいい気持ちです。体全体がダーレとしてるところをイメージしましょう。呼吸ともに、さらに体全体体から力が抜けていきます。大きく深呼吸を3回してください。
深呼吸が3回終わったら、草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。その色がとっても良くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。どこからともなく、とっても好調風が吹いてきました。その風に髪がなびいています。その風に前の草木がたなびいています。その風に吹かれているととってもいい気分です。あたりをぐるっと目指してみましょう。すると不思議なことに地面に扉があります。ドラえもんのどこでもドアのような扉を思い描いてください。そしてその扉のところまで行って開けてみましょう。するとそこには心の底に続く階段があります。そうで、その階段は今回の催眠のために作られたあなただけの特別な階段です。その階段を一段ずつ降りていきましょう。階段を一段乗りごとに催眠が10倍ずつ深くなっていきます。1段、2段、3段、さらに10倍、100倍、1000倍、1万倍、10万倍、100万倍。どんどん降りていってください。どん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 降りていって、一番下です。ここにはとっても深い催眠状態に入っています。どん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 階段を降りていきましょう。そして一番下に着いたら、目の前にもう一つの扉をイメージください。そしてその扉を開けます。するとそこにはとっても素敵な部屋があります。そうです、その部屋も今回の催眠のために作られたあなただけの特別な部屋です。部屋に入ってみましょう。部屋に入ってるそこには、とってもそれに心地よさそうな引き出しのついたテーブルがあります。椅子に座ってリラックスしてください。部屋のレイアウトはあなたが好きなようにイメージしましょう。イメージするとさらに変わっていきます。あっという間に7と好みの部屋が出来上がりました。さあ、私の言葉に意識を向けてください。私の言葉が大切です。周りから聞こえてくる様々な音、風の流れ、光の変化は、今回の催眠を深めるためのバックグラウンドミュージカルと思ってください。私の言葉が大切です。私の言葉を聞いているととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉に意識を向けているととっても深い催眠状態に入っていきます。いつでもどこでも私の言葉を思い出すととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉が大切です。私の言葉にしっかりと意識を向けてください。さあ、これで深い催眠の状態に入りました。この催眠の状態において、お父さんについて感じて紙に書くということを行ってください。こちらの方で2分半の時間を計っています。はい、始めてください。
はい、2分半が経ちました。今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。そして深呼吸が3回終わったら、意識を階段降りていった部屋の中の椅子に座っている自分自身に戻しましょう。そしてイメージの中で椅子から立ち上がり、扉を開けて階段を上がっていきます。階段を1段上がるごとに催眠からどんどん覚めていきます。どん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 階段を上がり、一番上についたら扉を開けて草原に佇んでいる様子を思い描いてください。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空色がとっても青くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。さあ、これから数を1から10まで数えると、意識が爽やかに戻ります。1つ、2つ、3つ、手と足に力を持ってきました。4つ、5つ、6つ、体全体に力を持ってきました。7つ、8つ、9つ、意識がはっきりしてとってもいい気分です。とで爽やかに意識が戻ります。とー、手と足の指先を曲げたり伸ばしたり、手首や足首を曲げたり伸ばしたり、体全体の筋肉にぐっと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識を戻したら軽く伸びをして、ゆっくりと目を上げてください。さあ、どうだったでしょうか。このですね、時にですね、まず通常の状態、通常の状態で浮かんでくるのはですね、お動作についての既成概念が浮かんでくると。そして表面的な音とかですね、なんか単語が羅列とかいうのは、そういうような人が圧倒的に多いわけですよね。まあ人によって個人差はありますけど。それでこの催眠の状態になりますとですね、様々なイメージでありありといろんなことが浮かんでくると。これで、そのいろんな場面が浮かんできたりとか、その場面の時の、心情、これが浮かんできたりとかですね、あるいはそこでの物語とかっていうのはですね、浮かんできたりなんかすると。というふうなことがですね、一般的にこの催眠の状態になると書く人が多いですね。で、それで、ですからですね、この催眠の状態になるというふうな、このような状態になっていれば、自分もちゃんと催眠の状態に入れると、まあ、大抵の方がこれができていると思うんですけどもですね、まあその普段からですね、自分の感情を押し殺しちゃってるという人がですね、たまにいらっしゃるんですけども、その方の場合にはですね、なんか書けないとかっていうふうな、こともですね、あったりなんかするんですけども。通常の状態でもなかなか、書けないんですけど、こっちになるともっと書けなくなっちゃいましたとかって。だからよく、この過剰な期待をですね、催眠状態にまたしちゃってると、そういったことも起きたりなんかするんですけどもですね、自分自身の感情をですね、普段から押し殺しちゃってる場合にはですね、催眠の状態でもですね、押し殺されたままなんで、出にくかったりなんかするんですけども、このやつもですね、何度も何度も、メンバーサイトを使ってですね、催眠の状態になってアイデアを思い浮かばせるっていうようなことをするとですね、本当にあっという間に、A4 の紙1枚ぐらいをですね、埋められるような、そんな自動食状態っていうんですかね、そんな状態にですね、なることができますのでですね、ぜひですね、そんな状態になるまでですね、やっていただきたいと思うんですけども、まあ、そんな長くはかかりませんのでですね。これで、こうなるとどんなことがいいことが起こるかっていうと、ビジネスやプライベートに役立つと。例えばビジネス。何かいい商品アイデアとか良い企画をですね、立てたいというふうなことの時にですね、通常の仕事で、そのアイデアをひねったとしてもですね、既成概念とか業界通念とかにですね、邪魔をされていいアイデアを思い浮かばせられないと。ところが、催眠の状態になりますとですね、まさにその何か、企画を立てなきゃいけないとか、アイデアを出さなきゃいけないとか、そういったまさにそのですね、場面とか、そういったものが頭の中に思い浮かんでくると。そうするとですね、臨場感が豊かに、その場面を体験することができるので、いいアイデアをどんどん思い浮かばせることができるようになってくるわけですね。で、プライベートにおいても同様ですね。ですから、このビジネスやプライベートはですね、非常に役立つと。だから、これから先はですね、何かあったとしたら、普通の状態で、頭を悩ますよりも、瞑想の状態とか催眠の状態になってですね、インスピレーションを書いていった方がいいアイデアを思い浮かんできて、で、その方がですね、問題解決もスムーズにですね、行われるというふうなことになります。ですから、このメンバーサイトのですね、この誘導っていうふうなものをですね、しっかりと活用していただきまして、いいアイデアをですね、どんどん出せるようになっていただくといいと思います。
で、このライデンスの催眠療法なんですけども、とてもですね、素晴らしい、催眠療法でですね、で、これはその写真の都合でですね、非常にこの近くなってるんですけども、実際は1メートル50からですね、2メートルぐらい離れているんで、この飛沫感染とかっていうようなこともですね、防げるようになっています。で、気になる方の場合にはフェイスシールドとかっていうのもですね、セラピストの方が、したりなんかすることもできますんで、まあ、ですね、全く心配なくですね、換気も行ってますし、3密の状態にならないようにしてですね、やってますんでですね、安心です。それからまた、それでも大変だとか、あるいは地方に住んでる、海外に住んでるっていう方はですね、インターネット経由で、今日みたいなこのマイクロソフトティームズっていうのを使いましてですね、インターネット経由でも受けられますので、非常にですね、便利にですね、なったんだな、世の中という感じになるんですけども。それで、ライデンスの、催眠のコースに、この標準コースっていうのと、年齢対抗コースっていうのと、あと、他にもいろいろあるんですけども、人気なのはこの2つのコースで、一番人気があるのはこの標準コースなんですね。このまず標準コースと年齢対抗コース、ここは同じなんですね、全く。で、さらにこれに加えてですね、こういったものがくっついているのが標準コースと。ですから、この年齢対抗コース、この部分はですね、1日で行います。朝9時に来ていただきまして、まず催眠については多くの方が誤解してます。それから今日これだけの催眠の説明だけだとですね、まだまだ一部分しかしてませんので、それに対して詳しく説明をさせていただきます。そうすると催眠の状態に入るのがとても上手になります。それから一番最初はお母さんについて、これからですね、さらに詳しく見ていきますけれども、振り返っていきます。それからお父さんについて振り返って、この3歳以下のですね、性格の各部分ができた、その頃にですね、戻っていきます。そしてここでですね、この潜在意識のですね、ものすごく素晴らしい、自分の未来をですね、イメージして、潜在意識の中にその素晴らしい未来を入れてしまうということで、非常にですね、人生にやる気になってしまうというのがこの3回目です。で、これが、一番、この年齢対抗の中で人気の催眠誘導です。で、このですね、年齢対抗っていうのは子供の頃のことを思い出すわけなんですけども、この思い出した潜在意識の中の子供の頃のデータっていうのは、普通の意識状態で思い出せる子供時代のデータに非常に似通ってますんで、ですから自分の潜在意識からのデータを取り出す方法はこれでいいんだということの確認になるわけですね、このところは。ちゃんと潜在意識からのデータの取り出し方が分かったら、今度は前世療法、前世の記憶を普通の正体で思い出せるって人はいないと思うんですけども、そのようなですね、前世の記憶をですね、普通の正体では到底思い出せないような前世の記憶を催眠の状態になると、潜在意識の扉を開くことができるんで、取り出すことができるんですよね。で、この時に魂というふうなものもですね、感じていただきますんで、そうすると、これ一番最後にあります。自分の人生の目的は一体何なんだろうか、自分は何のために生きてきて、他のお父さんやお母さんとかっていうのとのこの魂の目的は一体何なんだろうと、こんなことがですね、分かってしまうと。それからどのようにしたら自分の人生の目的をしっかりと成就できるんだろうということも分かってしまうというので、この8回のセッションの中でですね、一番人気がこれになっています。ですから、これが受けたいがために標準コースを受けるっていう方がですね、圧倒的に多いですよね。で、それでこの催眠の意識状態、先ほども感じていただきましたが、お父さんのことを思い出してですね、子供の頃のことも出てきたと思うんですが、その時に全てがですね、頭の中が子供の頃のことでいっぱいになってしまうと、あるいはお父さんのことでいっぱいになってしまうっていうふうなわけじゃなくてですね、子供の意識と大人の意識が両方が存在していたと。で、それなんで、年齢対抗時は子供の意識と大人の意識が両方が存在しているためにですね、知識経験の少ない子供時代に誤解した出来事と、知識経験の豊かな大人の意識で正しく感じられるということが起きます。子供なんでですね、このコントに書いたように、いろんな知識が少ないと。そうするとですね、いろいろ誤解しちゃうわけですよね。で、それを、この大人の意識でですね、催眠の状態で振り返ってみると、大人の意識で正しく感じられるんで、ああ、あれは自分が子供だったからあのように思ってしまうのもしょうがないよな、みたいな感じでですね、感じることができるんですよね。で、そうすると自分自身をですね、必要以上にこれまで責めていたのが責めなくなってくるんでですね、非常に楽になってくる。それからまた、普通の思考体でもですね、自分の子供の頃っていうのは思い出すことができるわけなんですけども、それは潜在意識の奥底に格納されているデータじゃなくて、表面意識の記憶外にですね、ある部分なんでですね。で、そうすると大抵その部分っていうのは、その自分がですね、勘違いして
子供の時代に勘違いしていたほどのことを思い出すんでですね、なかなかそういったことを思い出してもですね、現在のさまざまな問題の解決にはつながらないということになります。ほいで、またですね、こんなすごいことをやってしまいます。両親との心からの和解と。お父さんのですね、イメージの中でですね、小さい子供、お父さんが小さい子供になったらきっとこんな感じだろうというのをですね、イメージすることができるわけなんですね。それをイメージして、自分がちょっとだけ年上になって一緒に遊んであると。お母さんの子供の頃、それをですね、イメージしてですね、自分がちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげるというようなことで、あなたがちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげたりすることによって、子供の頃の両親を感じることができると。そうすると、理論的ではなく心の底から両親も辛い用事があったり、ミスをする自分と同じ人間であるということが分かるだけでなくて腑に落ちると。この腑に落ちるっていうのはですね、催眠中は潜在意識の扉が開いてますんでですね、そういったことを体験するとですね、そのとても素晴らしい体験がしっかりと潜在意識の中のデータとしてですね、保存されるというふうなことになります。で、それなんで納得するわけなんですよね。というふうにするとですね、このお父さん、お母さん、子供の頃ですね、年のまだ生まれて赤ちゃんとかハイハイする頃は、お父さんお母さんについてですね、何も疑問を持たずにですね、慕うことができるんですけども、物心ついてくるとですね、お父さんはですね、嘘をついちゃいけないとかっていうふうに教えるわけですね、自分自身に対して。ところがお父さんがですね、今度の日曜日動物園に行こうねとかっていう感じでですね、言ってくれたと。その日曜日を楽しみにしていたらですね、急にお父さんが休日出勤しなきゃいけなくなってしまって行けなくなっちゃったと。お父さんの嘘つきみたいな感じでここから始まるわけなんですね。それからお母さんもですね、お友達には優しくないといけませんよとか、いうふうに言ってたにもかかわらず、自分が何か悪いことをするとですね、すぐに怒ると。お母さんは優しくしなきゃいけないというのは思いっきり怒るじゃないかみたいな感じでですね、なったりとか、お姉ちゃんと自分ととか、なんか兄弟と別の兄弟と自分はエゴヒイキするとかっていうような感じでですね、それでお母さんのことにですね、疑いを持ったりなんかしてくるというふうな感じでですね、心の中にどんどんいろんな傷がですね、できてしまうわけなんですけども、そんな時にですね、このようなワークを行いますと、お父さんとお母さんの、位置とですね、自分の位置がですね、逆転するわけですね。そうすると、これまでお父さんとお母さんの、お父さんこっちはお父さんお母さん自分自身ということでですね、こうやっていろいろ思っていたことがこれ逆転して小さくしてみますとですね、あ、お父さんお母さんも小さい子供の頃があって、その頃そのお父さんお母さんからいろいろなことで苦労して、で苦労して育ったのにかかわらず、この自分のことをちゃんと育ってくれたと、なんてありがたいんだろうというふうな感じになるわけなんですよね。で、それからこの次のインナーチャイルドの癒しというのは、このインナーチャイルドですね、心の中の未分化な子供時代の思いなんですけども、いろいろですね、子供時代に、ああだったらよかったな、こうだったらよかったなとかっていう感じで、ああしたかった、こうしたかったとか、あるいはお母さんやお父さんにもっと甘えたかったとかですね、そんないろんな思いが、満たされない思いがですね、あるわけなんですけども、その満たされない思いをイメージしてですね、目の前に小さい頃の子供、自分としてですね、こうやって置いてあげると。そして、この自分に向かって大人の自分がですね、子供の頃につらかったものをいろいろ聞いてあげると、そしてですね、慰めてあげるということをするわけですね。それからもっとすごいのが、この欲しいものをあげると。例えば、お父さんやお母さんがですね、非常に厳しいお父さんやお母さんだったとすると、優しいお父さんとお母さんとかですね、早めにお父さんとお母さんが、亡くなってしまった場合にはですね、その今の自分が甘えられるお父さんお母さんとかですね、そういうふうな、世の中にないものをですね、イメージすることができますし、当然世の中にあるものでもですね、OK なわけですね。例えばプリンが子供時代にですね、お腹いっぱい食べたかったんだけども、なんかちっちゃいプリンのですね、瓶の中にはあるものしか食べられなかったと。で、大人になったらですね、この時にはですね、プリンの100個とかっていう感じでですね、こんな感じでもですね、OK なわけですよね。それから子供時代に、リカちゃん人形がフルセット欲しかったと。でも家の事情で買えなかったと。その場合にはリカちゃん人形をフルセットっていうのもですね、受けることができると。で、そうすると心の中のモヤモヤが取れですね、過去に歪み忘れなくなってですね、自分自身の自己肯定感が飛躍的に上がると。で、これも潜在意識の扉が開いている状態で、こういったことをするんでですね、これが非常に効果的にですね、作用するわけなんですね。このようにですね、催眠療法というのは非常に役に立ちます。そして次にですね、行うのがこの
前世療法ってことになるわけなんですけども、前世療法って聞くとですね、多くの人は本当に前世ってあるの？というような感じでですね、疑問に持つんですけども、前世は本当にあってもなくても前世療法は可能だっていうふうなことなんですね。どういうことかっていうと、この日本にですね、ユングス神学を伝えたですね、ユングス神学の第一人者、それから京都大学の名誉教授のカウハヨっていうふうな方がいらっしゃいまして、この方なんですけども、この人がですね、前世っていうのはこんなもんなんですよっていうのを言ってるわけなんですけども、でこの人は非常に優秀な人だったんで、文部科学省の文化庁の長官というのをですね、務めまして、で在任中に亡くなってしまったわけなんですけども、でこのですね、人が、前世療法っていうのをですね、こうやって説明してるんですけども、表面識っていうのと潜在識っていうのがあると。でこの潜在識の中に、この心理学者ですと潜在識とか表面識とかで言わないんで、意識と、無意識とかっていう感じですね、それから解識というような感じですね、言ったりなんかするんですけども、ですけども、この分かりやすいようにですね、この意識下にさまざまな人格が存在するんだと。潜在識の中にはさまざまな人格が存在するんだと。でこのさまざまな人格のうちの一番目のこの人格、これをですね、表面識に上げてあげるというふうなことをすると、年齢対抗ができるんですよと。でその今世のですね、意識、この下にですね、今世の人格、この下にですね、別の人格があるんですけども、でこの別の人格のデータをですね、これ引き上げますと、時代も国も人も人間、生物も違う、人生がですね、本堂にやってくると。それなんでこれを前世っていうのを呼んだわけですよね。でこの人格がですね、どうやってできたか、なぜできたか、なぜ必要なのかというのは現代科学ではまだ分かってないんですけども、こういった人格が存在するっていうことはですね、今のところ確かめられていると。でそれでこの潜在意識のデータっていうと、この部分だけじゃなくてですね、これ全部が潜在意識のデータになるわけですね。そうすると、この幼児期、年齢対抗療法で幼児期の傷、心の傷を癒しただけだとですね、まだこっちの方がたくさんあるんでですね、不十分と。というので前世療法をするわけですね。ですからこの中にあるデータを取り出すのが前世なわけで、実際に前世があってもなくてもこの中にはデータが入っているんですね。ですからこれがマイナスのままですと、このマイナスが思いっきり、今世に、今の自分に影響してきてるわけなんですね。というようなことで、この全体で性格、この潜在意識全体で性格形成をしてるんで、全体を癒すということが重要になってくるわけですね。これで、もしですね、魂がいるとしたらというふうに考えますと、この魂はですね、どのように、何のためにいるんでしょうかということなんですけども、実はですね、この魂っていうのは、この人間の体の中に入る前にですね、人生のプログラムっていうのを携えて入るわけですね。で、人生のプログラムにのっとって、この人間のをコントロールしていくと。ですから、この人間ゲームを魂がやってるわけなんですけども、これが、輪廻転生なわけですね。で、この時に、私たち人間でしたら善人をやりたいわけですね。善人をやりたいというか、善人でありたいと思うわけですね。ところが善人ばかりやってるとですね、魂としたら善悪の区別がつかなくなってしまうと。それなんで、たまにはこの極悪人というのをやってですね、こっちの善人と極悪人との間でですね、こういった対比をすることによって魂の成長が促されると。こんなもんで、なんか神様がいるとしたらとかっていうふうな感じでですね、世の中から悪がなくならないのはなぜですか。これがその答えになります。それから女性ばっかりやってると男性のことが分かんなくなってしまうんで男性もやると。アムレオ人ばかりやってると他の国の人のことが分かんなくなってしまうんで、エスポジションやったりとかですね、日本人やったりなんかすると。凡人ばかりだとつまんないので、たまには夢人もやってみようかなというふうなことで、さまざまなですね、輪廻転生がここで行われてるわけなんですね。それなんで、もし前世をして自分は極悪人だった、ああだから自分の今の人生はこんなひどいんだっていうふうに思う必要もないわけですね。別の前世をすればこの善人というようなこともあったりとかですね、で有名人でですね、お金持ちだったりなんかするわけですよね。というので、こういうふうな前世全体から影響を受けているのが現在なわけですね。だから1個から受けているというわけじゃなくて、こういったもの全部から受けております。それでですね、この前世をやってしまうとすごいことが起こるわけなんですけども、ソウルメイトというふうな概念があるんですが、こうやって見てみると、例えば過去世での敵がお父さんになって、過去世での奥さんが恋人になって、過去世でのお父さんが上司になっていると。このようにですね、私たちの魂っていうのはですね、この近しい魂っていうのがあるわけなんですけども、それらが、自分の人生の主要なですね、登場人物、これにですね、なって互いに切磋琢磨しているというふうなのがこの魂の働きで、そういった魂を宿している人たちのことをソウルメイトというふうに呼ぶわけなんですけども、ですからソウルメイトというと恋人同士とかっていうのではなくて、自分のお父さんもお母さんも、
嫌な上司もその人だったということになるわけなんですよね。でそれで、この、ここでですね、想念のエネルギーっていうのなんですけども、この想念のエネルギーっていうのは何かっていうと、このようなですね、カウェ・ハヨシがこういうふうなことを提唱するまではですね、このネガティブな部分、これがですね、想念のエネルギーというふうに言ってたわけですね。でこの想念のエネルギーを解放するというと、これがなくなるかのように思ってたんですけど、そうじゃなくて、ここに大きなプラスを入れるというふうなことが想念のエネルギーの解放ということになります。ですから年齢対抗の時にここに大きなプラスを入れる、前世療法の時にここに大きなプラスを入れると、この大きなプラスを入れるというのが想念のエネルギーの解放と。でそうするとどういうふうなことが起こるかというと、例えば自分とですね、お父さんが今世何かいがみ合って仲が悪いと、で、前世療法してみたらですね、前世では敵対していたと。でそうしたらこのところでですね、この想念のエネルギーを解放する、このマイナスのエネルギーのところにプラスのエネルギーを入れてあげるとですね、仲の良い親子になれると。それから恋人、初めてですね、出会った異性、そのなんか昔からなんか恋人のような感じがして非常に懐かしい感じがすると。ほいでですね、お付き合いを始めたらですね、非常にひどいことをする人だったと。で前世をしてみたら、ああ前世では悪態だったのかと。でこの想念の意味を外してあげると、いい恋人同士になると。それから仕事上の上司、ガミ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 うるさいと、どうしてこんなにもうるさいの、前世をしてみたらガミガミ親父だったと。このガミガミ親父、この想念の意味を外してあげると、中の上司部下になると。それから自分の性格なんか知んないけど、この時にあんなことをしてしまうと、どうしてこんなひどいことをしてしまうんだろうっていうので、普段から悩んでたとすると、そして前世療法をしてみたら前世でも同じような悩みがあった、じゃあこの想念を解放してあげると、その嫌な癖がですね、をしなくても済むようになってくるというので、非常に強力に、自分自身のですね、人生を改善することができるのが、この前世療法というようなことでですね、前世は本当にあるんかいとかって言ってる場合じゃなくてですね、早く受けた方がいいですよということになるわけなんですけども、そして一番最後は人生の目的と、この魂の傾向の段階のもので、今世の目的とその実行方法を知ると。で魂は肉体を持つ前に、その肉体でどのようなことをするかあらかじめ決めてきている、これは運命と。運命とはこのように一本道のように限定されたものではなくてですね、多くの選択肢の集まりなんだというふうなことなんですよね。で、この大きな選択肢の集まりでですね、それで、この中でどこを行ってもですね、いいんですよね。ところが催眠とか瞑想というふうなものができない人です と、この樹木の運命の樹木というふうなものを探ることすらできないと。でそれなんで、なんか自分はなんかずっとこの突き動かされていると、なんか一度決まった人生が全然いい方向に進んでいかないというふうにですね、感じてしまうんですけども、ちゃんと催眠や瞑想の状態になってみると、ああこのようなものがあるのかっていうのが分かるわけですよね。でそれで今どこを通ってんだろう自分自身はっていうのもですね、なんとなしに探っていけると。そしてですね、これが人生の幹線道路、これこっちでもいいんですけども、人生の幹線道路とすると、でそうするとここのところを通っていくときに、お父さんとお母さんっていうのはどんな役割をしてくれるんだろうと、魂同士でどんなお父さんとお母さんとのその、約束をしてるんだろうっていうのはですね、その仕事ができるわけですね。そしてこのところに行くと、なんかいろんな試練がここで待ってるんですけども、どんな試練があるんだろうと、でどんな人に出会って、どんな結婚をして、どんな子供家庭を作っていくんだろうっていうのが分かるんですね。ところが途中でですね、この道を行くと自分の不幸が多発してとても耐えられないというふうにした時にはですね、この中をずっと覗いてみてですね、どこに行ったら幸せになれるんだろうっていうのをですね、知ることができるわけですね。そうするとそこにこうやって移ると、その方法もこの催眠とか瞑想をするとですね、探り出すことができるわけなんですね。ですから、私たちはですね、なんか魂の成長のためには苦しまないといけないんじゃないかとか、自分自身の成長のためには苦をですね、避けては通れないんじゃないかと思うんですけども、この楽しむ人生一辺倒でもですね、その楽しむ人生をしっかりと生きればですね、それが魂の目的とか、魂の目的とか、その魂の成長に、あるいは自分自身の成長につながっていくわけなんですね。ですから苦しい道から楽しい道にですね、移すっていうことも大きな魂の成長につながりますので、どうせその生きるんでしたら、この苦しみながら生きるよりも楽しみながら生きた方がいいということで、非常にこの人生の目的というのはですね、多くの人に人気なわけなんですけど。で、催眠療法っていうのは受けたらそのガラッと変われるのかというふうにですね、多くの人が思っているんですけども、この受けただけでは思い出しかならないと、なぜかっていうとですね、私たちのですね、これが神経細胞なんですけども、ここからですね、この絵の中では
たくさん出てないですけども、たくさん書くと何だか分からなくなっちゃうんで、でも一般的には数千から数十万のこの熟作っていうですね、こういうふうな出てるんですよね。でこれがですね、例えば催眠をする前で、催眠をした後、こんな感じで新たなつながりができると。そうした時にこれはですね、受けた時だとやがてこれはピュッと切れてしまうんですけども、何度も何度も、自宅でのですね、自己催眠をしているとですね、この経路はとても重要だっていうことでですね、この鞘がかかるわけですね。そしてこの鞘がかかるとですね、神経のですね、その情報の伝達速度が100倍速なんですね。そうすると新たな高速脳内ネットワーク作りと、なりたい自分になるための新たな高速脳内ネットワークが脳の中にできたら、それは嬉しいわけなんですけども。で、それを作るのが自己催眠なわけですね、日々の自己催眠。ですから1回受けただけだと、これはこうやって切れてしまうのでですね、日々の自己催眠をすることが重要になってくるということなわけですね。で、この随床化するまでは100日から数十年かかるわけなんですけども、これを昔の人はですね、経験的に知っていて、お百の回りという言葉ができていると。ほいで、ラデンスのですね、催眠療法というのはですね、まず催眠療法を受けると、他の催眠療法をするところはここで終わってしまうんですけども、ラデンスの場合には自宅での自己催眠を行うと。なぜこんなことをやるかというと、もう一生懸命この心理学についてとかですね、それからその潜在意識とかですね、そういうふうなのを研究してきますと、こういったことに気がつくと。で、他の催眠療法をやるところっていうのは、そういった研究じゃなくて催眠療法をずっと続けてきただけなんでですね、いろんなことに気づけてないと。自分の催眠の先生から教わったそのままをやってるんで、旧態依然の催眠療法を続けてるわけですね。で、それなんでここで終わってしまうと。ですからこの受けただけでは思い出しかならないと、ああ催眠を受けたんだけどっていうような感じになってるわけですね。で、ところがその場合にはこういったことが分かってますんで、自宅での自己催眠を行うためのアフターサポートが必要なんで、しっかりと自己改善が可能なんですね。それからまたこの催眠もこんな感じでですね、パソコンを前にしましてですね、これでリクライニングチェアがなければ、このような普通の家のソファーでも OK ですから、こうやってですね、リラックスできるような場所というふうなのを用意していただければですね、自宅でもですね、催眠療法ができてしまうということになります。リクライニングチェアとかってなればですね、非常にいいわけなんですけれども。で、どうしてもこういうのがない場合には、ベッドの場合にはですね、途中で寝ちゃわないように気をつけていただければいいんですけれども、こういうふうな形で催眠療法をですね、自宅で受けることができます。で、このアフターサポートの内容なんですけれども、先ほどの両手の指を中にギュッと握りしめの自己催眠版というのがありましてですね、それをネットからダウンロードできるようにしたと。それから日々の自己催眠101日間というこのワークブックがありまして、これもネットからダウンロードできるようにしたと。で、それで、これをですね、使って、自己催眠やっていくと随所感が起きてくるということなんですね。で、実質はですね、6年なんですけども、メールサポートもついてきます。質問形式でですね、メールが送られます。で、その質問に答えていただきますと、どんどん、これがうまくいくというふうな形になっています。で、この時に、このメールにですね、疑問点を書いていただきますと、質問を書いていただきますと、それにもですね、お答えしますというのが6年間も実質続いてしまうと。ですから1回受けただけで6年ラリアンスとつながりができるというのはですね、もう破格の値段がついてるというのを持っていただいてですね、 OK ですね。非常にこのコスパがいいのがラリアンスのその催眠療法ということになります。それからもっとすごいことにですね、催眠の記録の進呈っていうのをやっちゃいます。ここに、催眠を受ける人が座って、ここに催眠をかける人が座ると。で、そしてですね、喋った内容、催眠を受ける人が喋った内容を全てここでタイプしちゃいます。で、それで、これをですね、後でパスワード付きの、メールでですね、送りをしますんで、途中で誰かに見られる心配はないと。で、普通の他のところではですね、ここに催眠を受ける人が座って、催眠をかける人がここに座るというふうなことで、このですね、間にパソコンがないんで、催眠中に喋った内容はそのままなんですね。で、この催眠の意識状態っていうのはどういうふうな、普通の普段での意識状態に出るかというと、ふとした拍子に良いことを思いついたという時と似てるんですね。で、ふとした拍子にですね、いいことを思いついた時に、その時にメモ帳があれば、それをメモに取っておけば、ああ、いいことを思いついたっていうのを後から思い出すことができるんですけども、ところがそれがないと、きっと後でも思い出せるだろうというふうに思っているとですね、油断していると、いいアイデアを思いついたこと自体を忘れてしまってるわけなんですね。で、それなんでですね、こうやって、紙にこうタイプするというのは非常に重要になってくるんですね。先ほどのこの、
人生の目的とその実行方法とかっていうのをですね、喋ったりなんかして、あ、すっごいことを思いついたなとかっていう感じで、催眠中にですね、ワクワクして、後で思い出そうと思っても思い出せないみたいな感じ。そうすると、これになるとですね、きちっと思い出すことができるということになります。じゃあ催眠中に IC レコーダーで録音しちゃえばいいんじゃないのと思ったりなんかしますけども、そうすると催眠の技術がですね、他に漏れてしまうというのでですね、非常に嫌がられますんでですね、IC レコーダーで録音するっていうことはできないということになります。で、そのですね、で、このようにですね、催眠料を受けると、催眠の記録を受け取ると、そして日々の自己催眠を続けていくとですね、徐々に徐々に自己改善が行われます。で、また催眠料を受けて、催眠の記録を受け取って、これとこれを読み比べてみると、あ、こんなにも自分は、成長していったのかっていうのが分かるんで、さらに自己催眠を続けるやる気満々になってきます。そしてまた催眠料を受けて、この記録とこの記録とこの記録を受け取って読み比べてみると、お、なんて素晴らしい、その自分が自己改善ができたんだろうというのと、さらにやる気満々になってですね、自分の人生がどん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 上向いていくというのが、ラディアンスの催眠療法の効果になります。で、このような効果を使ってですね、これからダイエットをやっていこうということなんですけども、このですね、ダイエット、自己催眠ダイエットというやつなんですけども、それぞれですね、これまでいろんな方々がいろいろなですね、ダイエット方法を試されてきたと思うんですが、そこにですね、自己催眠を加えることによって非常に強力な、ダイエットができるということになります。ですから、これまであなたが行ってきたダイエット方法、それをですね、この自己催眠というふうなものにですね、加えると、自己催眠の状態になってそのダイエットを行うというようにするとですね、とってもうまくいっちゃいます。で、まずその自己催眠ダイエット、私がですね、妻と結婚した頃の写真なんですけども、この頃はですね、80キロメトボだったと。それで80キロメトボだったんですけども、この妻がある時ですね、太ってる人嫌いというわけですね。お前は俺が太ってる俺と結婚したんだろうとかっていう感じでですね、思ったんですけども、まあ嫌われないようにっていうんでですね、じゃあ痩せようということになったわけなんですよね。まあ、なぜ太っていたかっていうと、痩せる必要を感じなかったというわけなんですけども、まあ、セラピストとかですね、瞑想の先生とかって言いますと、服薬の方が、多くの人々に安心感を与えるんじゃないかっていうんでですね、太ったものでいたわけなんですけども、ところがですね、妻の要請でですね、痩せることになったと。で、自己催眠の説明の時にですね、行っているこの説明を用いてですね、その通りにですね、やったら、1年足らずで80キロのメトボが64キロの健康体になってしまったと、こんな感じなわけなんですけど、それで、今日もですね、体重測定をしたところですね、64点何キロということで、リバウンドなしというような感じで、非常に素晴らしい、自己催眠ダイエットなわけなんですけども、それで、現在63歳健康体というふうなことになるわけなんですけども、それで私のですね、目標が120歳まで現役でピンシャン生きて、で、コロッと死ぬと。途中でボケてしまって何が何だか分かんなくなって生きるというんだと、周りに迷惑をかけてしまうのでですね、現役で、催眠とか瞑想とかやれるような感じになると。それで、明日おじいちゃん起きてこないからねって言ってですね、寝ると次の日は起きてこないというふうなことになっちゃうわけなんですけども、まあそんなに動くかどうか分かんないですけども、とりあえずですね、この飢餓状態を感じると長生き遺伝子が発動するっていうことが今確認されておりましてですね、昔の、我々の先祖はですね、食べる量ものがなくなってしまうと。そうすると食べるものができるまでちゃんと長生きして子孫をしっかりと作ろうという、そのようなですね、長生き遺伝子が発動するという仕組みがありますので、ダイエットをして摂取カロリー量を減らすということによってですね、これをですね、発動させるということ、これができると、そうするとこれができるということになります。まあ、この長生きする必要がないというふうな人の場合もですね、健康で生きた方がいいだろうというんで、ダイエット、それから、デブデブの人よりもですね、スラッとしたのが絶対かっこいいですからですね、それから日常生活も楽なんでですね、それから人にも迷惑をかけないと。例えば、電車の中でですね、なんか座席2人分を1人で使って、太ってるから1人で使ってる人がいたなんかとか、それからこの暑い夏にですね、この汗かきながらですね、なんか触れたくない、別の人が見たら触れたくないとかっていうの、あ、満員電車でくっついてこないでみたいな感じのですね、そんな人に不快を与えたりなんかするとか、まあ、太ってる私、昔太ってた私なんでですね、そんなことが言えてしまうわけなんですけども、で、このようにですね、ダイエットした方が絶対に、人生が楽しくなりますんでですね、していただきたいと思うんですけども、で、この時になぜ太ってしまうのかというのをですね、
もう最大の原因がですね、これなんですよね。人類の進化と。猿人とか、原人とか、旧人とか、新人とか、昔のですね、歴史の授業にあったと思うんですけども、ここまでの間はですね、新人になってもそうなんですけども、例えば稲作ができたのは、稲作をするのは4000年前と。それまでの間はですね、炭水化物というのはですね、もうほとんど取ってなかったわけですね。他の肉とかですね、それからあと葉っぱとかですね、木の実とか、そういうようなものをですね、食べていたわけなんですけども、非常にですね、短い期間にですね、稲作とか、それから小麦とかっていうのは盛んに栽培されるようになってきてですね、で、これが太るもとなんですね。こういうふうなものをたくさん食べてしまったので、一気に太ってしまったと。だからこれを断てば、ですから、カーボンフリーとかというような感じになるとですね、そうするとですね、どんどん痩せていくわけなんですけれども、それでですね、こんなこと、こういうふうなことをすればすぐに痩せられるんですけども、なかなかこれは大変ということで、どうやってやるかっていうとですね、このお腹が空いている時に運動すると痩せますと。現代の私たちはお腹が空くとご飯を食べるというふうなことをするわけですね。別にお腹が空いてなくても3食きちっと食べるという人もいらっしゃいますけれども、しかし野生の動物や私たちの祖先はお腹が空くと狩りに出かけましたと。冷蔵庫とかっていうのはないんでですね、食物を貯蔵していくわけにいかないと。それなんでお腹が空いたら狩りに行ったわけですね。それで獲物がいるところまで歩いて行って見つけると野山を走り回ったと。だからお腹が空いた、どうしようとかと思った時にはですね、まだ野山を走り回るエネルギーはですね、十分に残ってると。ところがですね、私たちはお腹が空いたらご飯を食べないとエネルギーが枯渇して動けなくなってしまうというですね、それとか仕事の前には腹ごしらえをしないといけないからとか、こんな感じで勘違いしてると。で、それなんで、このご飯を食べると食物の中のエネルギー源が消化吸収され、血液中のブドウ糖と脂肪の濃度が上がっていくというふうなことになるんですね。で、食事後に仕事をしていると血液中のブドウ糖や脂肪が活動エネルギーと使われて、使われずに残ったブドウ糖は、筋肉と肝臓に、脂肪細胞に蓄えられますというふうな感じでですね、このですね、体の中に溜まっているこの脂肪っていうのとかですね、そういうのがですね、使われずに次から次へとですね、新しい、脂肪とかそういうのがですね、蓄えられてしまうわけなんですね。で、それなんでお腹が空いた時に運動すると、そうすると体の中に蓄えられていたエネルギーが血液中に放出されると。すると血糖値も上がり、空腹感が和らぎます。この時体に蓄えられたエネルギーを使うので痩せられるんですよね。で、内臓についた脂肪は簡単に減らせるっていうのはこのためですと。ですからお腹が空いたらご飯の時間じゃなくて、お腹が空いたら運動の時間なんですね。この非常にここのところでですね、比べてみると、人類の歴史が600万年で、そのうちのですね、新人になったのは4万年で、このそのなんかキリストさんが生まれてから2000年っちゅうわけですね。もう非常にこの今のぐらいのですね、時っていうのは、この全体から見てみたら、ほんのこの数ミリにも満たないようなところと。で、そこのところでこういったものが出てきてしまって、食べるものが一気に変わってしまってるわけですね。それからあと食べる方法も一気に変わってきてしまってると。それなんでこのですね、お腹が空いたら狩りに出かける、これが本来の我々のですね、生き方なんですけども、そうじゃなくなってしまったから、これで、いつもいつもご飯を食べてるんで、どん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 蓄積されてしまうと。なもんで、太ってしまったわけですね。ですから、お腹が空いたらご飯の時間じゃなくて、お腹が空いたら運動の時間なんですということなんですね。それから世の中に、私は水しか飲んでないのに太っちゃうのよとかっていう人がいるんですけども、絶対太らないですね、水だけ飲んでてもですね。たまには光合成ができる人がいたりなんかするそうなんですけども、摂取エネルギー、消費エネルギー、これが蓄えられるエネルギーなんでですね、この食べる量が体が必要としているエネルギーよりも多ければ必ず太ると。食べる量が体が必要とするエネルギーよりも少なければ必ず痩せるというふうな、ことなんですけどもですね。ですから、このですね、食べる量を減らしたいわけなんですけども、ところがこの私たちのこの心の中にですね、食べないと病気になるというふうな、ことがですね、刷り込まれているわけですね。食べないと病気になるのはですね、育ち盛りの子供のための言葉なんですね。ですから、
大人になったらですね、しばらく、断食した方がですね、体の調子が良くなったりなんかするわけなんですけども、それなんで、どうすればいいかというとですね、苦しいことをするとなかなか続かないんでですね、どうにすればいいかというと、食事の取り方、朝食は軽めに野菜中心でとりまして、そして昼ご飯はご飯の量を半分にしてですね、ほいで、食べないようにしてですね、夕食は普通にお酒が飲みならのびりを食べるというふうにすると無理なく痩せることができるんですよね。この夕食もなんかもうものすごく質素にしちゃうとですね、なんかつまんないなっていうんで長続きしないんですよね。だから朝食というのは軽めに食べておけば、日中にですね、一生懸命動きますんで、体の中にですね、蓄えた、エネルギーをですね、どんどん使うわけなんですね。ほいで、ご飯の量を半分にして、ちょっと少なめに保っておくと。で、夕食はですね、普通にお酒飲みながら伸びると。このところを削っちゃうと、ストレスでですね、長続きしないわけですね。このようにやりますと、非常に楽に痩せられるということになります。それから、食事の取り方なんですけども、いきなりですね、ご飯を食べるっていうんじゃなくて、まずサラダを食べましょうと。そうすると、食物繊維がブドウ糖や脂肪の吸収をゆっくりさせて、そしてたくさん噛むことによってですね、内臓にも優しくなるということになります。で、炭水化物は極力控え、タンパク質を多めにとると。で、ホモサピエンスっていうのはですね、炭水化物を取らなくてもですね、炭水化物によってですね、できるブドウ糖っていうのは必要な分量はですね、体の中で生成できるんですね。あ、本のところに書いてありますね。必要なブドウ糖は体内で合成できると。ですから、強いて炭水化物を取らなくても大丈夫なんですね。で、ホモサピエンスというのは我々のことなんですけども、いまだ大量の炭水化物に慣れていない、そこでメタボになってしまったと。で、私たちは草食なんだとかというふうに言う人もいるんですけども、実はですね、草食をずっと続けていたら、脳がですね、こんだけ発達しなかったんですね。肉食になったので脳が発達して、アフリカでですね、今全世界的に広がってるわけなんですけども、ですから肉というのは非常に重要になってきます。で、ブドウ糖とかっていうのはですね、砂糖とかっていうのはですね、体内で合成できるので、シートを取らなくても大丈夫ということなわけですね。それからこのお酒を飲んじゃ太るんじゃないかというふうに思ってる人がいるんですけども、その理由っていうのは、このお酒を飲むと食欲が増し、たくさん食べてしまうのが原因ですと。お酒自体で太るわけではありませんと。で、この時にこのビールや日本酒、ワイン等の醸造酒はですね、原料の糖質が全てアルコールに変化してしまっているのではないので、大量に飲むと太ると。ところがこの焼酎、ウイスキー、ブランデー等の蒸留酒は、醸造酒を蒸発させて水分とアルコール分を冷やして回収したもので、糖質が入ってないと。それなんで、こっちでですね、ビール太り、ワイン太りとかっていうふうなほど飲んじゃうと体に悪いんでですね、もっと少なめにすればいいわけなんですけども、やっぱりお酒飲みの人はですね、飲み始めると止まんなくなると。で、そうだったらばこっちの方飲んどいた方が太らないでしょうっていうことなわけですね。まあ、たくさん飲んじゃいますとこれになっちゃうんでですね、これが悪いわけなんですけども。ですから、お酒の飲み方、最初にサラダや野菜を食べて、糖質アルコールの吸収をゆっくりさせましょうと。で、外食をすると濃いめの味の料理が多いので、喉が渇くと。乾いた喉をアルコールで潤すとですね、どんどんお酒が進んでしまうと。そこでチェイサーとかしてですね、お酒の1.5倍の量のお水やソフトドリンク、これもお砂糖が入ってないやつもいいですけども、注文しておきましょうってことなわけですよね。なかなかこの、水に手が届くかというと、そういったわけではないんですけども。で、この締めのラーメンとか、締めのですね、リゾットとか、どうしてもお酒を飲むとお腹が空くんでですね、食べたくなるんですけども、これはですね、ダイエットに命取りと。ですから、こういったものはもう極力我慢をするということはですね、これも絶対に必要で、ですけども、慣れてくるとですね、これらはいらなくなります。で、お酒を飲んでる時の最中の料理はですね、タンパク質や脂質がですね、中心となりがちと。そうすると、これらはですね、なかなかこのお腹がいっぱいになっている感じはしないんですよね。で、そこでたくさん食べる、この締めに食べるんじゃなくて、ケーキはなんか途中で食べてくださいってわけじゃないですけども、糖質を含むものを早めに取っておくと。そうするとですね、満腹感が早めにやってきて、おつまみを食べる量も減りますと。そうすると、お酒を飲むことによってお酒が減るというふうなこともですね、防止できるわけなんですね。このような工夫をしていくとですね、
なんかお酒を飲んじゃうと太っちゃうからお酒やめなきゃいけないんだっていう、そういうふうな寂しいことをしなくても済むようになってきます。それからこのダイエット食品を使うとですね、ダイエットがスムーズに進みます。で、ところがですね、このダイエット食品とかっていうとなんかその抵抗があったりなんかするんですけども、ダイエットを始めた最初の頃は体重の変化が少ないんでですね、もう一生懸命痩せようと思ってるのになかなか減んないなと、やっぱ俺はダイエットに向いてないなとかと思って途中でやめちゃうんですけども、この時にダイエット食品をですね併用するといいですねと。まあ最近はどんなのが売ってるか分かんないんですけども、こういったものをですね試してみると。で、3食全てをダイエット食品にすると、ここに食物繊維があまり入ってないんで便秘の原因になっちゃいますんでですね、これは気をつけましょうと。ですから朝食とかっていうのとかですね、いうのをこのダイエット食品にすると、いいと思うんですけどもですね。で、まあ朝と昼と両方ともやると非常に効果的ですけども。それで、気をつけましょうと。それからあと食べるものだけでですね、ダイエットしようと思うと、この筋肉がですね減っちゃうわけなんですよね。筋肉が減っちゃうと今度は基礎代謝が減ってしまってですね、ダイエットが上手にできないので、この運動をしましょうと。でもきつい運動は続かないんでですね、この食事を減らすだけだと筋肉が減っちゃうんでですね、例えばどんなことをするかっていうと、朝の通勤電車の中で電車が動いている時にはつま先立ちをして引っ張っ張すると。ですから座席に座らずにですね、このつま先立ちをするとかっていうようなことをするといいですねと。で、帰りは仕事が終わった後すぐに食事をするんじゃなくてですね、まず家に帰りましょうと。で、一駅前で降りて25分ぐらい歩くと。このところでお腹が減ってますんでですね、体の中の脂肪とかそういうエネルギーをですね、しっかりと血中に放出できるわけですね。そうすると、そして家に帰ってダンベル体操を15分ぐらいしてから食事をするというふうにすることによってですね、内臓脂肪をしっかりとってですね、痩せることができるようになってくると。それから食後の運動っていうのはやらない方がいいですよと。で、食事をすると消化器系に血液が集中して一生懸命に消化活動をすると、そこで脳とかですね、血流域の量が減るんで眠くなるという、ご飯を食べたら眠くなるっていうのはこういった原因なわけなんですけども、でその時にですね、食後のすぐの時間に運動してしまうと血液は筋肉と脳に集中すると。ということで消化器系がですね、血液不足となり消化不良で便秘や下痢も起こしてしまうと。それから特にですね、胃というのは血液不足で障害を受けやすいと。ですから胃がんの原因にもつながると。小学生の時に食後の体育の時間にマラソンをするとお腹が痛くなったのはこのせいと。だからお腹が空いて食事をしたいと感じている時には、胃腸はですね、作業を終了していると。その中でこの時に集中運動をするといいと。ですからお腹が空いている時に狩りに行くっていうのはこれなわけですよね。お腹が空いて胃腸が作業が集中しているんで、筋肉と脳にですね、血液を集中させても大丈夫と。ですからこの昔の人のですね、生活というのは、まあ昔の人なんでですね、非常に理にかなったやり方っていうのをですね、していたわけなんですけども、これでこのダイエットをするときにですね、ただこの運動したりとか、食事制限をしたりするだけじゃなくて、レコーディングダイエットっていうのをするというわけですね。試して買ってんの記録用紙っていうのが、まあ、最近はもうダウンロードできなくなっちゃうんですけど、昔はダウンロードできたんですけども、でこれがですね、非常にこの役に立ちます。これ1つがですね 100g で、でこのこっちのこのところの枠が、キログラムなんですね。ですから、このスタート時点のですね、体重を本当に変えておりまして、で、1キロ減り、2キロ減り、3キロ減りとかっていうのをですね、こうやって変えておくと。でこのところをこの1キロじゃない、 100g 単位でですね、この線を引いておいて、これが日にちなんですよね。で、それで1日に2回測ると非常に、うまくいきます。で、これが朝起きた時と夜寝る時とかっていう感じですね、書いておくと。で、それで、この体重計はですね、100g までちゃんと測れるものを用意しておくといいです。ですから昔のですね、ビヨンっつってメーターが触れるみたいな感じのやつだと 100g まで測れませんので、でしたのですね、体重計、こういったものを用意しておきまして、そして体重を1日2回測りますと。朝は起床直後のトイレを済ませた後で、夜は風呂上がりが理想的です。一目盛り 100g のグラフ用紙にですね、記入し折れ線グラフを書いていきますと。で、体重変化が起きた時には胃が開けないように胃分けを開けます。
言い訳なん、このところは言い訳なんていうのはですね、例えば、ケーキを食べてしまったとか、それからラーメンを食べたとかですね、焼肉を食べたとかですね、まあ、いろんな、この言い訳をですね、本当に書いておくと、どういうことをすると太るなというようなことがですね、分かっていくと。で、私もですね、この言い訳欄っていうのをですね、書いていったときに、炭水化物を取るとですね、1キロぐらいですね、ガッと体重が増えてしまうというようなことが分かって、おお、なるほど、炭水化物というのはこんなにも、体重の増加に関わってきてくれてるんだなというようなことがですね、分かったような気がします。で、毎日を記録をして日にちが経っていくと、グラフの傾向が分かりますと。それからこの朝晩測るとですね、朝とそれから晩のですね、体重がですね、違うと。ということはですね、寝るだけで体重が減ると。ということは、生きるだけでエネルギーが消費されると、基礎代謝と。ですから筋肉をですね、落としちゃうと、基礎代謝が減ってしまうんでですね、痩せにくくなってしまうわけですね。ですから、一回ダイエットに失敗をした後は、一気にですね、太ってしまって、その後は痩せられないっていうのは、この筋肉量がですね、減ってしまうわけなんですよね。ほいで、毎日毎日着実に50から100グラム程度下がっていくと良いですと。で、1ヶ月に3キロ上がりと。で、これが早くした方がいいんじゃないかって勘違いしてる人がいるんですけど、早くしちゃうとですね、余ったこの皮膚がですね、シワになって残っちゃうんですね。で、それなんで非常に見にくいダイエットになっちゃうんで、このくらいのですね、割合、毎日このくらいやってですね、1ヶ月にこのくらい減るようにですね、していった方が、うまくいきます。で、このようなことをやっていくときに、この自己暗示文を書きまして、自分が痩せている状態がですね、なんて素晴らしい状態なんだろうっていうのをですね、潜在意識の中にどんどん入れることによって苦なく、それができるんですけれども、ところが、この自己暗示文を書かずにですね、やらずにですね、やりますと、なかなか体重が減っていかないとかですね、そんな時にはですね、やはり途中でですね、ダイエットするのをやめようかなというふうに思っちゃったりなんかするわけなんですね。ところが、この痩せてですね、非常に調子よくなった自分自身を自己暗示文の中に入れてですね、やっていきますと、とても上手にですね、そういった途中でくじけることなくですね、デートができるというふうなことになっています。それではですね、このどのようにして、自己催眠でですね、やっていくのかって言いますとですね、こんな感じでやっていきます。まず一番最初、自己催眠で達成したい目標を具体的に紙に書くというふうなことをやります。今回の場合にはこのダイエットなんでですね、他の目的の時には、その他の目的のものを、私は何月何日までの間に体重を何キロ減らすというふうなことで、期日とですね、その目標値というふうなものをこのように書いていくわけですよね。ほいで、大体ですね、自分がいつまでに、何キロ減らしたいかっていうのをですね、1ヶ月2キロから3キロっていうような目安でもってですね、このところで、見出してみると。ほいで、そうした時にですね、次、目標を達成し、どんな素晴らしい状態になっているか、これはですね、例えば、今7月ですけども、このひな型ですとですね、8月1日の時点で体重を10キロ減らしているというような感じなんでですね、10キロ1ヶ月に減らすっていうのは、ほとんど不可能に近いと思うんですけども、ですから、もっと前の月、今からでしたらば、大体3ヶ月後とか4ヶ月後にしておいた方がいいわけなんですけどもですね、そのくらいの時点で体重を10キロ減らしてるとかっていう感じで、この書くわけですね。そして、体重が10キロ減ったとしたら、この2番目は、体重が10キロ軽くなり、ウエストが細く引き締まる。10キロ落とし、もっと細りした体になってる。10キロ軽くなり、スポーツでもっと素早く動けるようになってる。体脂肪を10キロ減らし、もっと魅力的に見えるようになってるとか。で、そうすると、とってもいい気分というふうな形のですね、この目標値が入っている文をですね、ここで作成するわけですよね。で、そして今度はですね、3番目は、目標達成し、どんな素晴らしいことをしている自分になっているか。で、これはですね、どういうふうなことを書くかというと、ウエスト70センチのズボンを履いている私になっている。ビーチで堂々と水着を着ている私になっている。水泳やランニングのような活動を楽しんでいる私になっているという感じですね。私になっているという、文章をですね、ここで書いていくと。そうするとですね、自分がダイエットした暁がですね、とても上手にイメージができるようになってくるわけですよね。こんなにもいいことが起きてしまうのか、ダイエットするとみたいな感じで。で、今度は4番目はですね、
目標達成した自分を五感を総動員してイメージした文章を書いて喜ぶ。現在形を使うことっていうことなんですけども、例えばどんなふうに書くかというと、一つの例なんですけども、私は毎月8月の休暇には旧友と集まって旅に行くと。ですから8月1日ってなったわけなんですけども、今年はウエストがキュッと締まったシャツを着ている。1年ぶりに出会った友人が昨年とは違う私を見て驚いていると。私は 10kg のダイエットをしたと伝えると。私のダイエットの成功を敬う話題で、友人一同騒然としているのが心地が良いと。今年の旅行先はとても綺麗な海。ビーチについてビーチタオルの上に座っていると。潮風を顔に感じるが、夏の太陽が照りつけて暑いと。そこで私は堂々とシャツを脱ぐと。昔はですね、デブデブだったんで脱げなかったわけなんですけども、私の体がどうやってしまったか、私がどんなにかっこよく見えるのか、友人が歩くのを微笑みながら聞いているのが気持ちがいい、いいですよね。一泳ぎしようと立ち上がって海に向かって歩いていくと、見知らぬ人までも贅肉のない私の体に見とれているのがわかると。とてもリラックスした気分で自分の体に大いに自信を感じていると。前よりも10キロ痩せて、前よりも身軽で魅力的なのを感じる。そうしているととってもいい気分だ。まあ、今日その文章を完成させましょうというわけじゃないんでですね、大体1週間かけて、このですね、自己暗示文を完成させると。そして、1ヶ月間、4週間なんでですね、残りの3週間、この時間自分を自己催眠状態で読むと。で、途中で時間自分の変更はしない。そして1ヶ月経ったらですね、3週間経ったら、また新たな時間自分を書き直すと。で、どんなふうに書き直したいかっていうのを途中でですね、発見したらですね、それはすぐに書き直さないでどっかにメモをしておくと。ほんで、この1ヶ月後の時に書き直すとかっていうことをですね、やっていくと。そうすると目標がブレずに済むんですよね。で、それで、この喜ぶっていうことをするわけなんですけども、1週間ぐらいかけてこれをですね、完成させるんですけども、そしてどんな行動をするように暗示すれば目標達成するのに役立ちますかと。自己催眠状態で行うとですね、結構いいアイデアが浮かんできます。でも、このいいアイデアを最初から思い浮かばせようとするとですね、そこで無理が出ますんで、ですね、あまり自分をですね、責め立てずにですね、やっていくと。どんなことかっていうと、もうそのやり方っていうのはすでにですね、先ほどの解説の中にも入っているようにですね、私は毎日30分の運動が習慣になっていると。たくさんの野菜サラダを先に食べてからタンパク質の多い食事をするとかですね、白米ご飯や精製した小麦を使ったパンや麺類と、砂糖水は見えがない。就寝の2時間前には食べるのをやめると。そうするととってもいい気分。こんな感じのことをですね、今度は書いていくわけですね。で、最後の執着を手放すというふうなことはどういうことかというとですね、ダイエットとかっていうんですと、やはり何ヶ月もかかるわけなんですけども、目に見える効果が毎日出ないと。で、それが多いんで、この日々一喜一憂をしてるとですね、ストレスになると。で、なんか多くの人は一生懸命やるとですね、もっとうまくいくって思うんですけども、一生懸命やろうと思えば思うほど、車に例えますとアクセルとブレーキを一緒に踏んでる状態がそれなんですよね。で、そうするとガソリンはですね、消費するんですけども、一向に前に進まないと。ですから、日常生活で一生懸命やろう、でもなかなか痩せないというふうに思っているとですね、疲れるだけでイライラしてですね、効果が出ないと。そこでですね、この執着を手放すということによって肩の荷を下ろすと。そうするとうまくいくわけですね。ですから、それは何かっていうと、自分がですね、願望実現できなかったらどうしようっていう恐れをですね、痩せられなかったらどうしようって恐れをですね、手放すと。それから、願望実現するにはこんな大変なことしなきゃいけないのかっていうんですね、このところですけども、そういった思いを手放すと。それから、痩せられなかったらとても困っちゃうんだよねとかっていうふうな、思いを手放すと。自分は淡々とですね、この自己暗示文を作って、このようにですね、潜在意識の中に取り入れて、そして日々、炭水化物をやめてですね、野菜と肉を中心のですね、生活をしてるんだから大丈夫なんだっていう感じでですね、天に任せるというふうなことをすることによってですね、ストレスなく痩せていくことができます。はい。それでは、これからですね、この自己暗示文のですね、この作成をしていくわけなんですが、この
これはですね、さっきやったんで分かりますね。これでこの自己催眠状態になってなりたい自分を想像すると、そして具体的にそうなっている自分を喜ぶと。で、自分の暗示文が完璧かどうかは気にしないと。意図するところを正確に文章で表現できていないように思えて、私も自分自身が作っているので潜在意識がその狙いを分かっているので OK と。それなんでですね、あまりこの、気にしながらですね、うまく作ろうとか、この時間自分のその良し悪しで、そのダイエットの成果が変わってしまうとか、もうしっかりと作んなきゃいけないとかっていうふうにですね、あまり自分にですね、プレッシャーをかけてしまいますと、かえってうまくいかなくなっちゃいます。ですから、こういったことをですね、思ってですね、気楽にやった方がうまくいくというふうなことになります。そうしましたら、実際にですね、この時間自分っていうのをですね、これから作っていきます。じゃあ、行きましょう。紙とペンを用意してください。で、一つずつの項目はですね、2分半でやっていきます。で、深呼吸を3回するっていうのでですね、1項目3分ずつ進んでいきます。ですから、サブ618にですね、催眠の誘導時間というのは大体30分というふうなことになります。それではいきましょう。目をつぶって、おお、大きく深呼吸を1回してください。両手の指を中にぎゅっと握りしめ、目ぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にぐわっと力を入れて、数を3つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、3つ。もう一度、両手の指を中にぎゅっと握りしめ、目ぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。つま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉に顔が真っ赤になるぐらい思いっきり力を入れて、数を4つ数えたら口から勢いよく息を吐きます。1つ、2つ、3つ、4つ。さらにもう一度、両手の指を中にぎゅっと握りしめ、目をぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。つま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉に顔が真っ赤になるぐらい力を入れて、数を5つ数えたら口から勢いよく息を吐きます。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。つま先に意識を向けてください。つま先から力が抜けた。かかとから力が抜けた。足首から力が抜けた。ふくらはぎから力が抜けた。膝から力が抜けた。ももから力が抜けた。お尻から力が抜けた。お腹から力が抜けた。両足から力が抜けて、とってもいい気持ちです。両足がダーンとしてるところをイメージしましょう。呼吸ともに、さらに両足から力が抜けていきます。大きく深呼吸を1回してください。とってもいい気持ちです。さあ、今度はお腹から力が抜けた。腰から力が抜けた。胸から力が抜けた。背中から力が抜けた。肩から力が抜けた。肘から力が抜けた。手首から力が抜けた。手のひらから力が抜けた。指先から力が抜けた。両手から力が抜けて、とってもいい気持ちです。両手がダーラーとしてるところをイメージしましょう。呼吸ともに、さらに両手から力が抜けていきます。大きく深呼吸を1回してください。とってもいい気持ちです。さあ、今度は肩から力が抜けた。首から力が抜けた。顎から力が抜けた。歯から力が抜けた。唇から力が抜けた。鼻から力が抜けた。頬から
力が抜けた。耳から力が抜けた。目から力が抜けた。まぶたから力が抜けた。眉から力が抜けた。眉間から力が抜けた。額から力が抜けた。頭のてっぺんから力が抜けた。全身から力が抜けてとってもいい気持ちです。体全体がダラーとしているところをイメージしましょう。呼吸ともにさらに体全体から力が抜けていきます。大きく深呼吸を3回してください。深呼吸が3回終わったら草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。その色がとっても青くて白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくてそこにいるととってもいい気分です。どこからともなくとっても心地よい風が吹いてきました。その風に髪がなびいています。その風に前の草木がたなびいています。その風に吹かれているととっても良い気分です。あたりをぐるっと目指してみましょう。すると不思議なことに地面に扉があります。扉を開けてください。扉を開けてみるとそこにはここの裾に続く階段があります。そうです。その階段は今回の催眠のために作られたあなただけの特別な階段です。その階段を一段ずつ降りていきましょう。階段を一段乗り越えるごとに催眠が10倍ずつ深くなっていきます。10倍、100倍、1000倍、1万倍、10万倍、100万倍、どんどん深くなっていきます。どん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 階段を降りていって一番下に着くにはとっても深い催眠状態になっています。どん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 降りていきましょう。そして一番下に着いたら目の前にもう一つの扉をイメージしてください。そしてその扉を開けます。するとそこにはとっても素敵な部屋があります。そうです。その部屋も今回の催眠のために作られたあなただけの特別な部屋です。部屋に入ってみましょう。部屋に入ってみるとそこにはとってもそれがごちそうそうな人、冷やしのついたテーブルがあります。椅子に座ってリラックスしてください。部屋のレイアウトはあなたが好きなようにイメージしましょう。イメージするとそのように変わっていきます。あっという間に7と好みの部屋が出来上がりました。さあ私の言葉に意識を向けてください。私の言葉が大切です。周りから聞こえてくるさまざまな音、風の流れ、光の変化は今回の催眠を深めるためのバックグラウンドミュージックだと思ってください。私の言葉が大切です。私の言葉を聞いているととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉に意識を向けているととっても深い催眠状態に入っていきます。いつでもどこでも私の言葉を思い出すととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉が大切です。私の言葉にしっかりと意識を向けてください。さあこれで深い催眠の状態に入りました。この状態において自己暗示文の作成を行ってみましょう。さあまず一番最初、自己催眠で達成したい目標を具体的に紙に書いてください。例えば私は8月1日の時点で、体重を10キロ減らしている、そのような感じの目標、これを具体的に具体的に紙に書いてください。はい、始めてください。
さあ、書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は2番目、目標達成し、どんな素晴らしい状況になっているか。目標達成し、どんな素晴らしい状況になっているか。この自分の目標値、体重を10キロ減らしているのだったらば、体重が10キロ軽くなり、ウエストが細く引き締まると。このような文章を書いてください。さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は目標達成し、3番目、目標達成し、どんな素晴らしいことをしている自分になっているか。目標達成し、どんな素晴らしいことをしている自分になっているか。何々している私になっている。何々している私になっている。そんな文章、書いてください。
さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は4番目、目標達成した自分を五感を総動員してイメージした文章を書いて喜ぶ。目標達成した自分を五感を総動員してイメージした文章を書いて喜ぶ。さあ、自分が目標した達成した暁、それを喜んでそれを文章にしてください。さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は5番目です。どのような行動をするように暗示すれば目標を達成するのに役立ちますか。どのような行動をするように暗示すれば目標を達成するのに役立ちますか。自分自身がどうすれば痩せられるか、それを紙に書いてください。
さめ返ってることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は執着を手放す。執着を手放すということを行いましょう。さあ、自分自身が願望実現できなかったら、痩せられなかったらどうしようっていう恐れ、それから願望実現するための行為があまりにも大変だというチャレンジ、それらを思い描き、目の前にとうとうと流れる宇宙の演技の流れの中に投げ込んでしまいましょう。そして自分自身は一生懸命やってるんだから、一生懸命できた自分自身を認め、そしてうまくいくかいかないかは全て天に任せてしまいましょう。うまくいくに決まってる。そのように持ってください。さあ、今書いてあることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、そしたら意識を階段を降りていった部屋の中の椅子に座っている自分自身に戻しましょう。そしてイメージの中で椅子から立ち上がり、扉を開けて階段を上がってください。階段を打ち上がる音に催眠からどんどん覚めていきます。どん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 階段上がり、一番に着いたら扉を開けて草原に佇んでいる様子を思い描いてみましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。その色がとっても青くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。これから数を1から10まで数えると、意識が爽やかに戻ります。1つ、2つ、3つ、手と足に力を持ってきました。4つ、5つ、6つ、体全体に力を持ってきました。7つ、8つ、9つ、意識がはっきりしてとってもいい気分です。とで最後に意識が戻ります。と、手と足の指先を曲げたり伸ばしたり、手首や足首を曲げたり伸ばしたり、体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識を戻したら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。さあ、どうだったでしょうか。メンバーサイトをですね、使ってしっかりとやっていってください。そしてですね、催眠と瞑想というとですね、どっちか自分が合ってるんだろう、どっちをやったらいいんだろうっていうふうに多くの人は思うんですけど、両方やるとうまくいきます。どうしてかっていうとですね、
この催眠というのは年齢対抗療法とか前世療法とかっていうのがありましてですね、過去を癒すのが得意と。で、催眠というのは、デフォルトモードネットワークっていうのは私たちのその脳の中でですね、そういった仕組みがありまして、過去に起きたことをですね、一生懸命振り返って未来に備えてるわけなんですけども、で、その時に、いろいろですね、思い悩んでしまうというふうにすることによって脳が疲弊してうつ病になっちゃうと。で、これでそれなんで、あまりこの時の思い悩まないように雑念を少なくするっていうのが瞑想なんでですね、それからまた意識のエネルギーを送ることによって未来を変化させることができると。これが瞑想なわけですよね。ですから、催眠で過去を後悔するのなく、瞑想で未来を憂うことなく、今ある現在をしっかりできるというふうなことをやっていくと、現在の連続が人生なのでですね、自分の人生がどんどん上向いていくということが起きます。それで、このですね、自己催眠セミナー、先ほどもお伝えしましたように、今度は9月の5、6にあります。で、そこまで待てないという方は、ネット講座を申し込んでいただけますと、すぐにですね、この自己催眠をですね、始めることができます。1日30分程度の、時間を割いていただければですね、目標達成の達人になることができます。そして今、書いたですね、オリジナル時間自分、実は文法があります。それから潜在意識の使い方っていうのもですね、あります。それからこの古代の我々がですね、いろんなことをやってきたんですけども、それをですね、しっかりと振り返ることによって、自分とは一体何かっていうのもですね、分かることができて、なおかつですね、この人生を生きるに非常にですね、役に立つメンター、これをですね、得るというふうなこともこの中でできます。今度の第5回目の、無料セミナーがですね、メンターについてなんですけども、それをですね、非常に詳しくやっていくというふうなこともします。ですから、自分の人生がどんどん良くなっていきます。そして、術セミナー、ウェブセミナー、この他にネット講座っていうのがあって、ダイエットもうまくいって、結婚も仕事も能力開発も成果開発もうまくいってしまいます。それから、催眠療法、これがですね、月火木金土日、これを受け付けております。水曜日はこのセミナーをやってますんでありません。これで、2日間標準コースがですね、一番人気で、その次が1日コースになっております。で、年齢対抗とか前世療法とか人生の目的をですね、しっかりと感じて、なりたい、自分の生きている意味がですね、非常によく分かったりとか、自分の悩みというのはどんなものかっていうのはよく分かったりなんかします。というわけで、今回のですね、セミナー、またこっちのようにありましたですね、この願望実現セミナーっていうのと、願望実現瞑想セミナーっていうのがあります。8月10日、山の日、この日にですね、願望実現の引き寄せの法則を存分に活かして、今度は願望実現の達人になるためのセミナー、それから、このソニックメディテーションというですね、この瞑想セミナーがあるんですけども、毎月第3土日の月に2日間標準コース、これは月に2日間標準コースの日程です。それから毎月第4日曜の月1日間の主コースの日程です。それからこの時に、会場のセミナーだけでなく、ウェブセミナーもやっております。それから、この期日を待たずにですね、いつでもどこでも受講可能なネット講座というのがあります。で、コース間の移行が可能なので、今流行っているのはこのネット講座に申し込んでおいて、こういった期日が来たら、この、会場かウェブかどっちかに参加しようという感じですね。これで、このちょうど今度は7月はですね、1回目に当たるんでですね、多くの方に申し込んでいただけると思うんですけども、この途中から、8月、9月とかという途中からですね、受けていただいても一向に問題がありません。それから、1月期、1、2、3、4月期、4、5、6って感じですね、ずっと年4期、毎月行ってますんで、再受講っていうのもですね、できるようになってます。このウェブセミナーとか、会場セミナーとか、こういったものにですね、たくさん出ていただけますと、どんどん上達していきますんでですね、再受講をどんどんしてください。といったわけで、今日のですね、このセミナーの受講の動機と経緯、それから、催眠の可能性、あなたが催眠療法を受けたらどんないいことが起こるかの予想、ダイエットができてしまったりとか、仕事がバリバリ進んでしまうとか、そんなことがですね、予想できるんですけども、そういったことの予想とですね、今回のセミナーの感想をですね、メールで教えてください。はい、今日はですね、自己催眠ダイエットのセミナー参加していただきまして、ありがとうございました。